ゆっくり霊夢です。ゆっくり魔理沙だぜ。今回は、138人もの女子供を殺害した、ロシア帝国の悪女、ダリア・サルプイコバ伯爵夫人について解説するぜ。今度はロシアの悪女、138人の女子供を。今回もまたヤバそうね。ロシアでは2018年に、クレバーバヤバリナというタイトルで、ダリア・サルプイコバ伯爵夫人をモデルにしたドラマが放送されたんだぜ。いや、タイトルがなんて書いてあるのかわからんのよ。え？クレバーバヤバリナが読めないの？読めるか。クレバーバヤバリナは、血塗られた貴婦人って書いてあるんだよ。マリサだってどうせ Google 翻訳使っただけでしょ。バレたか。バレバレよ。ちなみにこの血塗られた貴婦人は、夜9時の放送にもかかわらず、タイトル通り血みどろで残酷な内容になっていたらしいぞ。日本の民放では放送できなさそうね。というわけで、今回は138人もの女子供を殺害したシリアルキラー、ダリア・サルプイコバ伯爵夫人の血みどろ人生を解説するぜ。それでは、ゆっくりしていってね。ダリア・サルプイコバ伯爵夫人は、自分の領地に住む農奴に拷問を加え、虐殺を楽しんだんだ。拷問や虐殺は自分の領地で行ったことだったため外には漏れず、最終的に138人もの命が奪われてしまった。しかもその犠牲者の多くが可憐な少女たちだったんだぜ。ひぃ、恐ろしい。ちなみに農奴って何？農奴っていうのは、領主が保有する土地を耕して働く、奴隷と農民の中間的な身分の人々だぜ。封建社会における農民の大部分は領主の保有地を耕していたので、農民とほぼ同義と考えていいぞ。なるほどね。その農奴たちに拷問を加えて楽しんだって。ダリアはいわゆる快楽殺人鬼だったのかしら。農奴を肉体的に痛めつけることに快感を見出していたようだから、快楽殺人鬼だったと言っていいだろうな。うひぃ、彼女の領地で暮らしてた人にとってはたまったもんじゃないわね。では、何をきっかけにダリアが快楽殺人鬼へと変貌してしまったのか？その謎を追っていこう。うむ、知りたいような知りたくないような。ダリア・ニコライブナは、1730年11月3日、ロシア帝国の貴族令嬢としてこの世に生を受けた。いいなぁ、貴族令嬢。貴族令嬢っていう響きがいいわよね。若い頃は、かなりの美人だが性格のきつい女性として知られていたようだ。そうなんだ。肖像画を見た感じ、きついようには見えなかったけどね。それを言ったら、肖像画を見ただけだとシリアルキラーには見えないけどな。それに肖像画なんて実物の3割増しぐらいで描かれてるもんだぜ。いわゆる森ってやつね。ダリアは若くしてサルプイコバ伯爵と結婚し、ダリア・サルプイコバ伯爵夫人となる、結婚生活はとても幸せなものだったと言われてるぞ。だからこの時は自分がサディストであることに気づかなかったのね。二人の間には、フョードルとニコライという二人の息子も生まれ、結婚生活は順調そのものだった。あら、よかったじゃない。ぜひともこのまま順調であってほしいものだわ。しかし悲劇は突然訪れる。夫のサルプイコバ伯爵が死亡。ダリアは26歳にして未亡人になってしまうんだ。ダリアとサルプイコバ伯爵の年齢差がどのぐらいかはわからないけど、ちょっと亡くなるには早すぎるわね。夫の死によりモスクワ近郊のトロイツコエという広大な土地と莫大な財産、そして600人以上の農奴を相続したダリア。彼女は当時、モスクワで最も裕福な未亡人、と呼ばれたそうだ。サルプイコバ伯爵が尋常じゃない資産家だったのね。モスクワで最も裕福な未亡人と聞いて、霊夢だったらどう思う？羨ま。そう。我々庶民からすれば羨ましいの一言で済んでしまうんだが、実際のダリアはとてつもないプレッシャーを感じていたと言われている。どんなプレッシャー？まずは母一人で二人の息子を育て上げなければならないというプレッシャー。これは想像しやすいよな。シングルマザーが感じるプレッシャーってことね。さらに、サルプイコバ伯爵が抱えていた600人以上の農奴にとって、良き領主であらねばならぬというプレッシャー。突然大企業の社長になって、600人以上の従業員を抱えることになった、みたいなことかしら。今までは貴族としての立場や義務といったものはサルプイコバ伯爵が大部分を背負っていたが、これからは自分一人が背負わなければならない。確かにそれはとてつもないプレッシャーかもね。夫が想定外に早く死んでしまったことで、おそらくダリアには大領主としての覚悟がないまま、いやおうなくその座につくこととなってしまった。それが彼女を追い込み、そのストレスが、彼女をシリアルキラーに変えていった、と言われている。本当のところはわからないのね。ああ、今挙げたのはあくまでも一説に過ぎない。他にはどんな説が言われてるの？他の説では、彼女はもともとサイコパスだったため、特に動機なく残忍な行動を繰り返すようになった、とか。なんか元も子もないわね。
でも現実は意外とこっちだったりして、どちらにせよ確認する術がないからな。我々にできるのは、その後のダリアの残忍な行動の数々を知ることぐらいだ。彼女は少女たちばかりを狙って拷問や虐殺をしたって話だけど、それってなんでかしら？これに関しては、ダリアの中に本人も気づかないレベルで、同性愛の傾向があったからじゃないかと言われてるぞ。本当のところはわからん。愛情の裏返しが拷問や虐殺って、こじらせ女子か。こうして600人以上の濃度を抱える大量死となったダリア。彼女は、濃度たちがミスを犯したと知るや、ミスの代償を問わず、すぐさま彼らを罰するようになった。それこそ、家の掃除の仕方が気に入らないというだけで罰したこともあったそうだ。なんくせじゃない。きっと理由は何でもよかったのね。では、ここから彼女が濃度たちに行った、罰を紹介していこう。うひぃ。最もオーソドックスなのは鞭打ちだった。最初は自分で鞭を打ち、疲れてくると男性の使用人に続けさせたらしい。まずは屋敷の中で鞭打ちを行った後、今度は馬小屋に連行して、そこで相手が死ぬまで鞭打ちの刑。ひぃ、鞭打ちで殺すなんて。使用人が濃度を鞭打っている時、ダリアはその場に立ち会って濃度が息絶えるまで監視していたそうだ。やる気満々じゃない。ダリアは妊娠中の家庭教師を拷問にかけたこともあった。鬼。家庭教師はダリアの拷問を受けると、ショックで産気づいたんだ。そして出産を終えると、ダリアによる拷問を再び受けて死亡。ダリアは一度決めたら揺らがない女なのね。その後、家庭教師の遺体は棺に入れられて極寒の屋外に運び出される。そしてその棺の上に、生まれたての赤ん坊を置き去りにしたんだ。ダリア、サイコパスね。またある時は、濃度を冷たい池の中に首だけ出した状態で立たせて、彼女が溺死するまで見守ったらしい。こんな死に方、絶対したくないわ。他にも、濃度の骨を折って裸にして、雪原に捨てるという殺し方もあったようだ。さすが極寒の地、ロシア、寒さを利用した拷問が多かったのね。かと思えば、沸騰したお湯を注ぐというシンプルな拷問もあったようだ。いくらダリアが漁師とはいえ、こんなのって許されるの？当時は、濃度をいくら殺したり傷つけたりしても、貴族が罰せられることはなかったんだ。これが特権階級ってやつね。実は、濃度たちはロシア当局にダリアの悪用を記した手紙を、合計21通も送っていたんだが、その全てが黙殺されていた。マジ？ダリアは腐っても宮廷にコネを持つ有力貴族の一人だ。濃度の告発で、どうにかなるようなものではなかったのさ。身分制度やば。こんな感じで濃度の拷問と虐殺に精を出すダリアだったが、彼女はある日、桃園にあたるニコライ・チッチェフという貴族の男性と出会う。孤独だったダリアはチッチェフに好意を寄せ、二人は急速に惹かれ合うんだ。ダリアが再婚すれば、サディスティックな行為は何を潜めるのかしら。が、チッチェフは当時、別の女性とも恋愛関係にあり、よりによって彼はそちらの女性と結婚してしまうんだ。ダリア、二股をかけられておまけに振られちゃったのね。チッチェフの結婚を知ったダリアは当然激怒。彼女は召使いに、チッチェフ夫妻の屋敷に爆弾を仕掛けるよう命じるんだ。なぜ爆殺？とはいえ、自分の領地の濃度を殺すのと貴族を殺すのではさすがに訳が違う。召使いは実行を恐れてダリアの企みをチッチェフ自身にこっそり密告したんだ。当然、暗殺は失敗に終わる。ダリアは召使いが事前に通報したってことを知らないのよね。これに懲りないダリアは別の計画を思いつく。それは、チッチェフ夫妻が馬車に乗っている時に爆破させるというものだった。どうしても爆殺したかったのね。だが、これも召使いが事前に密告したことで失敗に終わる。その後、チッチェフ夫妻はダリアを恐れてモスクワを離れたんだ。それが正解です。チッチェフがモスクワを去ってからしばらくしてから、ダリアに転機が訪れる。あら、何かしら？殺害された濃度の遺族の一人が、当時即位したての、神聖ロシア皇帝、エカチェリーナ2世に嘆願書を送ったところ、初めて真面目に取り合ってくれたんだ。皇帝が変わったから、ダメ元で送ってみたのかしらね。今まではいくら手紙を送っても無視されてたのに、ようやくまともに取り合ってくれてよかったじゃない。それは、エカチェリーナ2世が当時ヨーロッパで流行していた、啓蒙主義の崇拝者だったことが影響していたのかもな。啓蒙主義？啓蒙主義というのは、簡単に言うと中性的な思想や慣習を打ち破り、近代的で合理的な方向にシフトしようという運動のことだぜ。これによってヨーロッパは教会の支配からある程度解放され、教義に縛られない自由な思想形成が可能になったんだが、啓蒙主義は人間の道徳面にも大きな影響を与えていたんだ。道徳って言うと、学校でやった授業しか思い浮かばないけど、啓蒙主義では、人間の本性を剥き出しにして生きていたら、安定した秩序は作られないとした。
そこで、国家権力によって人間の本性を、コントロールしなければならないと考えたんだ。これを社会契約説というぞ。なるほどね。啓蒙主義に傾倒していたエカチェリーナ2世は、人間の本性を剥き出しにしたダリアを、国家権力でコントロールしないといけないと考えたわけか。そういうことだな。ノードからの嘆願書を受け取ったエカチェリーナ2世が調査を命じたところ、ダリアの悪用がついに露呈する。これを受けて1762年5月17日、ついにダリアは逮捕されるんだ。おお、これでようやく一件落着かしら？ところがどっこい、そうはいかなかった。え？もうダリアは捕まったんだから、あとは裁かれるだけじゃないの。ところが、その後の聞き取り調査が難航したんだ。なぜならダリアに仕えたノードたちが真実を話すのを拒んだから、告発して報復に遭うことを恐れたんだな。その気持ちもわからなくはないわね。何せダリアは圧倒的な権力者ですもの。牢獄の中から証言者を消す指示を出すことだって可能かもしれないもの。ノードたちの恐怖心はあまりに大きく、聞き取り調査は難航に難航を重ねた。その結果、証言を揃えて裁判を始められる状態になるまで、なんと6年の歳月がかかったんだ。その間、ダリアはずっと獄中暮らしを余儀なくされた。長っ。ノードたちの怯え具合が伝わってくるわね。取り調べの結果、1757から1762年の間に、ダリアが138人の女性ノードを虐殺したことが明らかとなる。尋常じゃない数ね。それも女性ばっかり。いざ裁判が始まると、ダリアは反省や後悔の意を一切示さなかったという。完全に開き直ったわね。貴族であるダリアは、殺害した女性ノードを自分と同じ人間ではないと考えていたからだ。だからあんなに残酷な虐殺が平気でできたのね。こうしてダリアの悪用が明るみになったわけだが、エカチェリーナ2世は彼女への処罰について決断をためらっていた。何をためらう必要があったのかしら。本来ならダリアの行為は死刑に値するものだったが、ロシア帝国では1754年以降、死刑が廃止されていたんだ。これを機に死刑を復活、ってわけにはいかなかったのね。もともとエカチェリーナ2世には、皇帝だった夫のピョートル3世に対して、クーデターを起こして帝位を簒奪したという経緯がある。そのため、彼女は貴族階級の支持を保持しておく必要があったんだ。ここで突然、死刑を復活させることは貴族の反発に遭うことを意味していた。エカチェリーナ2世には政治的な判断が求められたわけね。そこでエカチェリーナ2世が出した結論は、ダリアを死刑にするのではなく、終身刑にすることだった。まあ、そこが落としどころよね。この判決が下ると、ダリアはモスクワの都心にある赤の広場に連行され、1時間鎖で繋がれ群衆の晒し者となった。この時、ダリアの首には、拷問者にして殺人者、と書かれた標識がかけられていたという。拷問者にして殺人者。フレーズのインパクトが強い。晒し者となった彼女は、その後、ノボデビチ女子修道院の地下室に鎖で繋がれることとなる。なんか王宮並みの修道院ね。ダリアが幽閉されたのは、日の光が一切入らない地下室だった。彼女はそこで、24時間監視されながら暮らす日々を送ることとなるんだ。ダリアは残りの人生をこの地下牢で過ごしたのね。それでも彼女は長生きし、なんと71歳まで生きたと言われている。1762年に逮捕されてその後はずっと獄中暮らし。つまり彼女は実に39年もの間、獄中生活をして亡くなったことになる。ダリアはちゃんと自分が犯した罪を反省したのかしら？それは本人のみぞ知るだけどな。ノボデビチ女子修道院には、今もなお彼女の墓が立っているぞ。さて、今回の解説はここまでだ。どうだった？拷問がもう残酷すぎよ。それと女性ノードたちの殺害に対して、全く罪の意識がないってのが驚きだわ。確かに。だが当時の貴族には、似たような思想の持ち主は多かったんじゃないかな。そうなの？もしそうならそのマインドが変わらない限り、死ぬまで幽閉されたところで反省なんてしなかったでしょうね。もしダリアが幸せな結婚生活をそのまま送れていたらまた違ったのかもしれないが、なかなか壮絶な生涯だよな。本当ね。まさに血みどろの人生よ。闇の歴史ツアー。ゆっくり霊夢です。ゆっくり魔理沙だぜ。霊夢、以前このチャンネルで英国史上最強の悪女メアリー・アンコットンを紹介したんだが、覚えてるか？覚えてるわよ。子供を産んでは片っ端から毒殺していったのよね。その通り。メアリーは毒殺系悪女だったわけだが、今度はその第2弾。まさかシリーズ化されるとは。舞台はイギリスからフランスに変わり、その悪女の名前はブランビリエ公爵夫人という。なんか身分が高そうな感じがするわね。となると、
なおさらなんで毒殺なんかしたのかが気になってきたわ。そんなわけで今回は、フランスの毒殺系悪女ブランビリエ公爵夫人が、一体どうやって、そして何のために毒殺をしまくったのか、その謎を追っていくぜ。それでは、ゆっくりしていってね。ブランビリエ公爵夫人は17世紀のフランスの人物で、遺産を相続するために自分の父親を毒殺したんだ。さらに遺産を独り占めするために、兄弟とその娘や夫たちも次々と毒殺していったんだぜ。遺産狙いだったのね、なんてわかりやすい理由なのかしら。ブランビリエ公爵夫人は、本名をマリー・マドレーヌ・ドルード・ブレイという、この動画ではマリーと呼んでいくぞ。名前長。彼女は1630年7月22日、パリの高級司法官である、アントワーヌ・ドルード・ブレイの長女として生まれた、6人兄弟の長女だ。父親が高級司法官、親が法律家ということで、かなり厳格な家庭で育てられたらしいぞ。そしてその反動かどうかはわからないが、マリーには色情教の側面があったんだ。確かに、そういう反動はありそうよね。なんでも20歳までに自分から弟たちに次々と関係を迫ったとか、なんでよりによって近親相姦。もちろん手を出したのは弟たちだけじゃないぞ。マリーはかなりの美貌の持ち主だったから、おそらく彼女が望めばほとんどの男性と関係を結べただろうな。羨ま。いや、なんでもないわ。マリーが色情教になった原因の一つには、宗教心が欠如していたことも関係していたと言われているぞ。だがそんな彼女も21歳になると、アントワーヌ・ド・ブランビリエという陸軍士官の公爵と結婚、マリー・ド・ブランビリエとなる。でも、結婚したからってマリーの性格が変わるわけじゃないでしょ？その通り。マリーは公爵家に嫁いでからも男あさりをやめなかったみたいだ。夫のアントワーヌはそのことに気づいていたのかしら？それが、アントワーヌはアントワーヌでなかなかの問題人物で、博打好きの遊び人だったらしく、マリーのことをほっぽらかして毎夜遊び歩いていたらしいんだ。何この似た者夫婦。そしてある日、アントワーヌは自宅に、ゴーダンド・サンクロワという騎兵隊の将校を家に招くんだが、これを機にマリーはゴーダンに夢中になる。フリー話でよく聞くシチュエーションね。その後、マリーとゴーダンは二人で大っぴらに社交界に顔を出すようになるので、マリーの不倫はもはや周知の事実となっていた。アントワーヌはそれでも気にしてなさそうね。霊夢の言う通り、アントワーヌは自分の妻が堂々と不倫していようともどこ吹くかぜ。相変わらず遊びほうけていたようだぜ。アントワーヌが気にしてないなら、まあ私たちが気にしてもしょうがないわよね。だが、マリーの不倫が回り回って自分の父親の耳にも入ってしまう。人の口に戸は立てられぬっていうものね。娘の不貞行為を知った司法官の父は、大、激、怒。その激怒ぶりは凄まじく、特権を使って勅令を出し、ゴーダンを逮捕して1ヶ月半ほどバスティーユ牢獄にぶち込んだほどだった。パパの特権やば。ゴーダンは不倫する相手を完全に見誤ったわね。だが、実はマリーの毒殺系悪女化には、ゴーダンがバスティーユに行くという出来事が不可欠だったんだ。え？どういうこと？ゴーダンはバスティーユでとある人物と知り合うこととなる。それがエグジリという毒物学者だった。毒物学者？あまり聞いたことのない学者だけど、その道のプロフェッショナルってことよね。ああ。実はこの時代、つまりルイ14世時代のフランスというのは、ベルサイユ宮殿で絢爛豪華な舞踏会が連日開催される優雅な時代だった。しかしその一方で、権力闘争が激化していて上流階級の間で暗殺の応酬が蔓延していたんだ。光差すところに闇があるって話ね。そして暗殺の手段で最もポピュラーだったのが毒殺。当時は今と違って法医学なんて発達していないから、犯人の特定が極めて難しい毒殺は大人気だったんだ。毒を盛る瞬間や、証拠の毒物さえ見つからなければ、事件を永遠に闇に葬ることができたのね。それは無敵ね。そうそう。つまり当時は毒物学者が立派な職業として成り立つぐらい、毒物に関する知識が重宝されていたわけだな。毒殺は証拠が残らないはずなのに、なんでエグジリは牢屋に入れられちゃったのかしら。エグジリは150人もの人間を毒殺した容疑で投獄されていたんだ。さすがに150人も毒殺していれば、どこかで捕まる隙を見せてしまったんじゃないか？150人。想像よりも桁が2つほど違ったわ。バスティーユ行きとなったゴーダンはそこでエグジリと意気投合。バスティーユを出ると、二人で毒物の調合や研究に没頭することとなる。ゴーダン、騎兵隊の将校、囚人、毒物学者っていう謎のキャリアを歩んだのね。あとエグジリが釈放されたってのが信じられないわ。おそらく毒殺の証拠が見つからなかったんだろうな。ゴーダンは師匠のエグジリから様々な毒薬の製造方法を学ぶと、
特権を使って自分をバスチーユ送りにしたマリーの父への復讐心をあらわにしてゆくぞ。その気持ちもわからんでもない。マリーはマリーで、自分の恋人を勝手に牢屋にぶち込んだ父親のことを憎んでいた。そこでマリーとゴーダンは再び手を取り合い、父親を毒殺することを誓い合う。父親の行為は逆効果だったわね。かえって二人の絆が深まってるじゃないの。父親を殺せば莫大な遺産が手に入るし、おまけに自由も手に入るからな。一石三鳥だ。厳格すぎるしつけといい、恋人の牢屋送りといい、マリーのパパは厳しすぎるがゆえに子育てを間違ったって感じがするわ。師匠のエグジリから学んだ毒薬の知識は、ゴーダンからマリーに惜しみなく伝えられた。その結果、マリーとゴーダンは完全犯罪間違いなしの毒薬を完成させる。地味に二人とも真面目というか研究熱心よね。やっぱ目的意識って大事なのかしら。二人が作った毒薬は、乾燥したヒキガエルの粉末とトリカブトの粉末、それにアヘンと思想特定の比率で混ぜ合わせたもので、彼らはこれを、遺産の粉と呼んだぞ。ゲームに登場するアイテムみたいな名称ね。この毒薬を使えば、死因の特定ができず、病死として片付けるしかないと考えられていたんだ。だが、まだ実践していないのでこの毒薬が本当に使えるか保証はなかった。研究熱心な二人のことだからもしや。マリーは近くのパリ市立慈善病院で人体実験をすることを思い立つ。やはりか。っていうか、それはもはや実験ではなく実践演習じゃない。ある日、マリーは両手に抱えきれないほどの花束を携えると、召使いたちにも見舞いのお菓子や果物をたくさん持たせて病院を訪問する。悪魔は天使の顔をしてやってくる。ってやつね。持ってきた花を花瓶に生けながら、病人のベッドの横にお菓子や果物をそっと差し入れてゆく。そして、ご気分はいかがですか？早く元気になってくださいね。と心にもないことを言って回った。これに多くの病人たちは感激し、涙を流して喜んだというぞ。そんなに感激しちゃったら、絶対差し入れ食べるじゃない。マリーは哀れみ深い慈善家として全ての病人に愛されたそうな。マリー子はマリーが見舞いに来るようになってから、院内で原因不明の死を遂げる患者が増えてきた。検視が行われると、こんな結果が出てくる。死に至るまでの3日間、食欲を失い、痩せ細り、頻繁に嘔吐し、腹部の不快感を訴えていた。解剖したところ、胃と肝臓は壊死を起こしていた。これは何らかの毒によるものと考えられる。何らかの毒であることは分かったけど、何の毒なのか、そして誰が毒を持ったのかは分からなかったのね。ああ、人々はまさかマリーの持ってきたお菓子や果物に、毒物が練り込まれているなどとは夢にも思わなかったので、どれだけ彼女が訪問しても犯人として疑われることはなかったようだ。この病院では最終的に何人ぐらいがマリーの毒ガにかかってしまったの？少なくとも50名は超えたようだ。じゃあこの時点でマリーはすでに50人以上殺害したことになるわけね。すでに立派な大量殺人鬼じゃないの。マリーは病院という舞台で50人以上を殺害したという実績を積んだことで、かなり自信をつけた。次はいよいよ父親の番だ。50人も毒殺できたら自信もつくでしょうよ。マリーは、父親が滞在するドイツとの国境近くの町オックモンにやってくると、海外宿年老いた父親の世話をする。パッと見はそう見えるでしょうね。しかしマリーが来てから父親の容態は急激に悪化。悪心、高熱、猛烈な吐き気に襲われた父親は、急遽マリーと共にパリに戻ることに。私立病院の病人とほぼ同じ症状じゃない。医者の診断を受けても、原因がわからないので、過労として片付けられ、安静にしてくださいとアドバイスされるのみ。先生、すぐ隣に原因があります。それからマリーは8ヶ月間もの間、父親のそばを離れることなく付きっきりで看病したが、その甲斐なく父親はガリガリに痩せ衰えて廃人のようになって亡くなってしまった。毒殺するまで随分と時間をかけたのね。それはやはり、海外宿父親の世話をする、孝行娘という印象を周りに植え付けるためじゃないか？マリーは当時、毒物のエキスパートなわけだから、毒の量をコントロールして父親を徐々に弱らせることなど朝飯前だったはずだ。確かに8ヶ月も看病する姿を見せていたら、父親も周りもマリーに感謝こそすれ、まさか彼女が黒幕だとは誰も思わないわね。長期の看病の甲斐もあり、マリーの元には多額の遺産が転がり込んできた。本来ならこれで目的達成のはずだが、マリーの頭にはこんな考えが浮かんだ。どうせなら遺産を独り占めしたい。やばば。マリーは自分以外の5人の兄弟姉妹を次々と毒殺すると、彼らの娘や夫、妻、さらに義理の弟や妹までも毒ガにかけていった。うわぁ。文字通り、一族郎党根だやしね。遺産総取りじゃない。父親の遺産を次々と自分のものにすると、
ついに自分の夫であるアントワーヌの殺害を企むようになる。それはゴーダンと一緒になりたいから？いや、アントワーヌとゴーダンができているんじゃないかと疑って、嫉妬に狂った挙句の行動だったようだ。その二人、よっぽど仲が良かったのね。そこでマリーはアントワーヌに毒を盛るわけだが、相手にはゴーダンがついている。ゴーダンは、アントワーヌが毒を盛られたと知るや否や解毒剤を飲ませ、命を救った。彼らはしばらくこのやりとりを数年間繰り返すこととなる。何この三人の不思議すぎる関係。というかアントワーヌは毒と解毒剤を飲まされるって、もはや拷問みたい。この謎の三仕組みがしばらく続くかと思いきや、ある時突然ゴーダンが原因不明の病気で死亡するんだ。それってマリーがゴーダンを毒殺したってこと？おそらくその可能性は高いが、何せ証拠がないのではっきりしたことはわからないんだ。一説によると毒薬の調合中にうっかり毒を吸い込んだ事故死であるとも言われてるが、個人的にはマリーによる毒殺の方がしっくりはくる。そうよね。ゴーダンが変死したことで、警察が固く捜索に入るんだ。するとそこで警察は一つの小さな木箱を発見。ついにマリーの毒殺がバレるのかしら。その木箱にはこんな手紙が添えられていた。この箱の中身は、すべてブランビリエ公爵夫人の所有に帰すべきものである。警察が木箱を開けると、マリーからゴーダンに宛てた殺人計画の手紙36通と、遺産の粉が入っていた。ゴーダンは万が一自分が殺された時に、マリーの悪用が暴露されるように準備をしていたんだな。ってことは、ゴーダンはマリーに毒殺される危険性を察知していたってことよね。マリー毒殺説の方が信憑性が増してきたわ。マリーは自分が指名手配されたことを知ると、一目散にロンドンへと逃亡。しかしロンドンにもマリーの悪用が轟いていたため、追放令が出されたぜ。あ、逮捕はされなかったのね。その後、マリーはオランダを経てフランス中を転々とする生活を送ることに。幸いお金はあるものね。ああ。しかしいつまでも逃亡生活など続けていられない。そこで彼女はベルギー東部の田舎町、リエージュにある修道院に身を寄せることにしたんだ。修道所になったら逮捕できないの？ああ。修道院は世俗から切り離された世界。警察も介入することはできないんだ。じゃあマリーは修道院にいる限り捕まらずに済むわけか。だが警察としては犯人の居場所もわかっているわけだから、何としても逮捕したい。そこで、マリーを修道院の外におびき寄せて逮捕するという手段に出たぞ。あ、修道院から一歩でも外に出たら逮捕できるんだ。でもどうやっておびき寄せるの？警察はマリーが色情狂であることを把握していた。そこで、僧侶のふりをした警官を修道院に潜入させ、色仕掛けで修道院の外におびき寄せることにしたのさ。警察も考えるわねー。マリーがまんまと僧侶との約束の場所にやってくると、警察官によって周りをぐるりと囲まれ、ついにお縄となる。ついに毒殺系悪女も年貢の納め時ね。逮捕されたマリーは馬車でパリまで運ばれ、そこで裁判が行われた。裁判でマリーはどう振る舞ったのかしら。彼女は裁判が始まって3ヶ月間、ひたすら沈黙を貫き通し、反省と懺悔の言葉を口にすることはなかったぞ。この場合、どうなるの？マリーはこの後、家計法廷と呼ばれるところに送られることとなる。家計法廷？なんか別の裁判が行われるのかしら。家計法廷は裁判の一種ではあるんだが、端的に言うと拷問場だな。被告が自分の罪を認めるまで拷問を加えるという地獄みたいな場所だ。家計法廷に送られた時点で終わりじゃない、そんなの。当時はマリーのように毒殺を行った人間や、魔女扱いされた人間がここに送られて罪の自白をさせられたようだ。こんなんされたら誰でも自白するわ。さすがにマリーも拷問には耐えきれず、罪を認め懺悔の言葉を口にした。その結果、斬死刑が課されることとなる。ずっと拷問されるぐらいなら人思いに斬死された方がまだマシよねー。どっちにしろ、もう助からないわけだし。処刑当日、広場にある斬首台に登る瞬間、観客から罵倒の嵐を浴びるものの、マリーは一切動揺する姿を見せず、しっかりとした足取りで階段を登っていく。マリーの体には容赦ない拷問の跡が刻み込まれていた。処刑が見せ物として人気なのは全世界共通ね。マリーが斬首台の上でひざまずく。次の瞬間、斧が振り下ろされ、体から首が切り離された。そして遺体はそのまま燃え盛る炎の中に投げ込まれた。処刑の翌日には、まだくすぶっている灰の中から、彼女の遺骨を拾おうとする多くの民衆で溢れたという。さて、今回の解説はここまでだ。どうだった？マリーの研究熱心さをもっと別の分野に向けていれば、もしかしたら一角の人物になっていたかもしれないわね。毒物研究の目的が、父親毒殺のためだったからな。父からの遺産も彼女を幸せにはせず、殺人への欲求を高めるだけだったし。
その意味で、マリーは欲にまみれた人生を送ったと言えるわよね。こういう話を知ると、欲への向き合い方を考えちゃうわ。マリーの人生を反面教師にして学んでくれ。学びたいけど学べない。それが人間という悲しい生き物よ。この石白尺。闇の歴史ツアー。ゆっくり霊夢です。ゆっくり魔理沙だぜ。霊夢、まずはこの肖像画を見てくれ。よくありがちな肖像画だと思うけど、これがどうしたの？実はこの肖像画、世界一呪われた絵と言われていて、この肖像画を一目見ただけで身体に異常をきたす人が続出したんだぜ。ちょっと、そんなもの私に見せないでよ。ところでこの女性はどなたなの？この女性の名はデルフィーン・ラ・ローリー。彼女は19世紀初頭のアメリカ、ニューオリンズ社交界で、その名を知られていた貴族の女性だったんだ。なんで貴族の肖像画が世界一呪われた絵になっちゃったのかしら。それには彼女が奥底に秘めていた裏の顔が関係している。なんと彼女には、自宅の屋根裏部屋で、自分の抱える黒人奴隷を拷問にかけて殺害するというおぞましい趣味があったんだ。なんてイカれた趣味なのかしら。この絵が呪われていると言われた理由が一発でわかったわ。今回は、このデルフィーン・ラ・ローリーの生涯を紐解いて、彼女が一体どんなことをしでかしたのかを解説していくぜ。グロテスクな表現が苦手な人は要注意よ。それじゃ早速、ゆっくりしていってね。デルフィーン・ラ・ローリーは19世紀、ニューオリンズの、社交界の花として活躍する裏で、自宅の屋根裏部屋に拷問部屋を作り、そこで多くの黒人奴隷を拷問、殺害しまくった。200年近く経った今も、この邸宅跡には怪現象の噂が絶えず、夜な夜な鞭の音やうめき声が聞こえるそうだ。そのため、アメリカ国内ではウィンチェスターミステリーハウスと並ぶ、有名な幽霊屋敷として知られていて、ツアーが組まれるほど人気の観光スポットともなっているんだぜ。黒人奴隷を殺害しまくった場所が、今や人気の観光スポットになっているのね。その事実の方がよっぽど怖いわ。それではここから、デルフィーン・ラ・ローリーの生涯に迫っていくぞ。あまり乗り気はしないけど、よろしくお願いします。デルフィーンは1787年3月19日、マリー・デルフィーン・マカーティとして誕生した。当時、マカーティ家はすでにニューオリンズ屈指の名家として知られていたようだな。デルフィーンは貴族の生まれだったのね。彼女はまだ14歳の時に、スペイン人交換の、ドン・ラモン・ロペス・イ・アングロと最初の結婚をするぞ。政略結婚。夫がスペイン人ということで、デルフィーンは夫と共に一路スペインへ旅立つことになった。この時、デルフィーンはスペインの女王と謁見を果たすんだが、女王は彼女の美しさに圧倒されたと言われているぞ。確かに美人だけど、それはさすがに盛りすぎじゃない？まあ、持ってなんぼの世界だからな。スペインという新天地での暮らしはどうだったのかしら？スペインでの暮らし自体はどうだかわからないが、夫のドン・ラモンとは反りが合わなかったようだ。周りに親しい人が一人もいない状態で、おまけにパートナーと反りが合わないって最悪じゃないの。どうもドン・ラモンには周りに媚びを売る性格があって、デルフィーンはそれが気に入らなかったようだな。媚びを売る性格か、私もちょっと嫌かも。だが、そんな媚び売り夫ドン・ラモンとの生活は突如として終わりを迎える。あら、何かあったのかしら。1804年、二人は旅行に出かけるんだが、ドン・ラモンはその旅の途中で謎の死を遂げるんだ。怪しい。夫が死んだのでスペインにいる理由がなくなったデルフィーンは、実家のあるニューオリンズに戻ることにした。この時、ニューオリンズ行きの船の上で、娘となるマリー・ボージャを出産しているぞ。船の上で出産ができるなんて、さぞかし豪華な客船に乗っていたんでしょうね。ニューオリンズに戻ったデルフィーンが次に結婚したのは、ジェン・ブランクという男だった。この男は銀行家、奴隷商人、弁護士という3つの顔を持つ優秀な男だった。奴隷商人が弁護士をやっていることに矛盾を感じるけど。まあ、当時のアメリカ南部は奴隷の所有、取引が合法だったからな。今見ると違和感を覚えるかもしれないが、当時はそこまで矛盾があることではなかったんじゃないか。奴隷の所有が合法的な時代か。南北戦争の前の時代のことね。デルフィーンの邸宅では毎晩、仮面舞踏会や音楽夜会などが催されるなど、優雅な日々を過ごしていたようだな。貴族のイメージそのまんまの生活を送ってたのね。こういう話を聞くたびに毎回思うけど、貴族って社交的な性格じゃなかったら地獄だわ。何せ社交界っていうぐらいだからな。人付き合いが仕事みたいなもんだ。いくら優雅でも私には耐えられそうもないわ。デルフィーンとジェンは夫婦仲も良好だったようで、二人の間には4人の子供をもうけている。デルフィーン、出産頑張ったわね。また、ジェンと暮らす間にデルフィーンは、
彼女の両親から4つのプランテーション、農園と、数十人の奴隷を譲り受けたぞ。夫が奴隷商人で、さらに両親から数十人の奴隷を譲り受けた。ということは、さぞかしお屋敷には大勢の奴隷がいたことでしょうね。間違いないだろうな。そしてデルフィーンがニューオリンズの地に戻ってきて10年以上が経った1815年、とある事件が起こる。また夫が謎の死を遂げたりして、ビンゴ、1815年、夫のジャンが50歳で謎の死を遂げるんだ。夫が立て続けに謎の死。これはもう確実にデルフィーンは黒ね。未亡人となったデルフィーンは、当時まだ28歳で5人の子供を一人で抱えることになったわけだが、周りには大勢の奴隷がいたので困ることはなかっただろう。ジャンの遺産を相続して、さらに裕福になっていたんじゃないかしら。全部のジャンが亡くなって10年ほど経ってから、1825年にレナード・ルイス・ニコラス・ラローリーという、年下の医者とデルフィーンは再婚する。この時デルフィーンは41歳だった。お、ついにデルフィーン・ラローリーが爆誕したわね。3度目の結婚をした後も、デルフィーンは、マダム・ラローリーと呼ばれ、社交界の花であり続けていた。つまり毎晩飽きもせず、仮面舞踏会や音楽夜会を開き続けていたってことね。もうそれが生活の一部だったんでしょうね。霊夢の言う通り、ラローリー夫妻の邸宅では毎晩、貴族同士の優雅なパーティーが開かれていた。だが、その一方で、ラローリー邸のあるロイヤルストリートでは、こんな噂が広がり始めていた。夜になるとラローリー邸には奴隷の幽霊が現れる。奴隷の、幽霊？なぜこんな噂が広がったのか。それにはいくつか理由があった。近所の人々が最初に怪しんだのは、ラローリー邸の奴隷が頻繁に交代することだった。しかも以前働いていた奴隷は、決まって行方不明になっていたんだ。これはさすがに怪しいわね。また、夜通し叫び声のようなものが、ラローリー邸からかすかに漏れ聞こえた日もあったそうだ。絶対によからぬことが行われてるって。中には、デルフィーンが自宅の敷地内で、まだ幼い少女とおぼしき奴隷を鞭で追い回し、屋根まで追い詰めてる姿を目撃した者もいた。怪しい通り越して真っ黒じゃないの。しかも、その少女は数日後、遺体となって庭の隅の浅い穴の中に埋められていたそうだ。屋根から飛び降りたのか、それともデルフィーンに捕まって殺されたのか、どちらにせよ悲惨な死だわ。こんな奇怪な出来事が続いた結果、先ほどの、夜になるとラローリー邸には奴隷の幽霊が現れる、という噂が誕生したんだ。火のないところに煙は立たぬというし、近所の人もデルフィーンが何をしているのか予想がついていたんじゃないかしら。ああ、中には地元の弁護士に、デルフィーンが夜な夜な繰り広げているであろう、何かについて相談した人もいたようだ。実際、デルフィーンは弁護士から、奴隷を不当に扱っている証拠が見つかれば、直ちに彼らを没収して州で再び売り飛ばししますよ、という警告を受けている。めちゃくちゃ怪しまれてるわね。その間も噂の内容はディテールを増していき、ラローリー邸の廊下を歩く幽霊は、腹から臓物が出ているものや目や口が黒糸で縫われたものなど、恐ろしい姿をしている、と言われるようになっていた。噂の割に妙に生々しくて怖いわね。もしかして、これに近い状態の、何かが目撃されてたんじゃないかしら。かもな。だが、結局デルフィーンが奴隷を不当に扱っている証拠は見つからず、奴隷たちは没収されることもなかったようだぜ。デルフィーン、この女、何か隠している。1834年4月10日早朝、ラローリー邸は突如として激しく上がる炎と黒い煙に包まれた。あら、火事かしら。名門貴族の邸宅が大火事ということで、大急ぎで駆けつけた消防隊員たち。するとそこに、一人の奴隷が決死の形相で現れた。この奴隷は、直ちに消火活動に移ろうとする消防隊員たちの前に立ち、こう叫んだんだ。屋根裏部屋を開けてくれ。屋根裏部屋に要救助者が逃げ込んでいるのかと思った消防隊員たちは、その奴隷の指示に従って屋根裏部屋に突入した。すると、そこには目を疑うような光景が広がっていた。なんとなく想像がついてるけど、何があったの？そこには、7人の奴隷。いや、7人の奴隷らしき者がいた。あるものは無造作に切り刻まれ、とあるものは天井から吊るされていた。皮膚を剥がされたり、指の爪をすべて剥がされた者もいた。何度も鞭を打たれたとおぼしき彼らの背中はズタズタになっていた。ギョエー。ホラー映画が可愛く見えるぐらいの惨状。奴隷たちの首には一様に鉄の杭がついた枷がはめられ、逃げ出すことは愚か頭を動かすことすらできない状態だったようだ。彼らは、身動きが取れない状態に拘束されたまま、凄惨な拷問を加えられ、死に至っていたんだ。つまり屋根裏部屋は、拷問部屋だったのね。この惨状を目撃した一人が、こんな言葉を残している。こんなにおぞましく残酷な場面を適切に表現するには、
言葉はあまりにも無力で不十分だ。この拷問って、まさかデルフィーンが全部一人でやったの？ああ。これらの強行は全てデルフィーンによるものだ。一体何のために？デルフィーンは大規模なプランテーションを所有していたから、奴隷という働き手が必要不可欠だった。なので、彼らを死に追いやるような拷問を加える必要は、本来ならなかったはずだ。そうよねー。にもかかわらず、一度に7人もの奴隷が殺害されていたし、どうやらこの拷問殺人は、今に始まったことではなさそうだった。つまり、これはデルフィーンの完全な趣味と考えられる。悪趣味という言葉がこれほどに使わしい女もいないわね。夫のレナードはデルフィーンの強行に気づいていなかったのかしら。一緒に暮らしていたら、さすがに気づくんじゃない？レナードが彼女の強行に気づいていたかどうかに関しては不明だ。もしかしたら、気づいたせいで、謎の死を遂げていた可能性もある。ああ、その可能性が一番高そうね。ラローリー邸の火事から発覚した奴隷拷問殺人事件は、奴隷制が合法だった当時のアメリカ南部にも強烈な衝撃を与えた。また、その残虐さに憤った群衆が、ラローリー邸を取り囲むという騒ぎも起きた。これ、フィクションじゃなくて、実際に起きた出来事なのよね？ああ、ガチで実際に起きた事件だ。むごい。むごすぎるわ。ここで、あの日なぜラローリー邸が火で包まれることになったのかを説明しよう。あの火事が起きたことで、結果的に殺人事件が発覚したのよね。あの火事は、ラローリー家に仕えるシェフが意図的に起こしたものだった。え、っていうことは放火？ああ、おそらくそのシェフは、ラローリー邸で夜な夜な何が行われているかを知ってしまったんだろう。それで、デルフィーンの拷問に苦しめられるぐらいなら、放火の罪で捕まってもいいから家ごと燃やし尽くしてしまえ、と覚悟を決めて放火したんだ。デルフィーンの悪事を白日の元にさらして、死の危険から逃れようとしたのね。で、肝心のデルフィーンだが、群衆から自らの強行について糾弾されても、罪の意識はまるでなかったそうだ。ほんまもんのサイコパスやんけ。デルフィーンにとっては、自分の所有物である奴隷を拷問にかけて殺すことは生活の一部で、何でもないことだったのだろう。おそらく自分の夫でさえも手にかけてきたんだから、所有物に過ぎない奴隷なんておもちゃぐらいにしか感じてなかったんでしょうね。その後、デルフィーンはブチギレた群衆によって、ニューオリンズの街を追い出されたため、フランス、パリへと渡った。なぜニューオリンズの人々があそこまで怒り狂っていたのか、彼女は最後まで理解できなかったようだ。なんで怒られてるのかがわからなきゃ、反省することもないわね。パリに渡ったデルフィーンだったが、ニューオリンズでの強行はパリの地にも伝わっていたため、それなりに裕福な生活は送れたようだが、世間からはずっと白い目で見られ続けたようだな。デルフィーンの強行って、海を飛び越えてヨーロッパにも伝わっていたのね。ああ、あまりにも衝撃的な事件だったからな。っていうか一つ気になったんだけど、デルフィーンは奴隷を殺しまくったのに罪には問われなかったの？当時の奴隷法では、所有者が奴隷に暴力を振るうこと、時には殺すことさえも容認されていた。なのでデルフィーンの行為も罪には問われなかったんだ。奴隷に人権はなかったのね。なので、デルフィーンはその強行を法の手で一切裁かれることなく、1849年12月7日、62歳で病死したと言われている。なんだか下せないわ。デルフィーンはニューオリンズの邸宅を手放してパリに渡ってしまったわけだが、その後の邸宅がどうなったのかをちょっと解説しておこう。怒りの群衆によって取り壊しにあったりしたんじゃないの？確かに群衆によって多少は破壊されたようだが、その後も空き家としてロイヤルストリートに残り続けたようだ。殺人現場が残り続けたってわけね。なんかそれはそれで不気味だわ。その後、新たな買い手が見つかり、邸宅はアパートに改装されることとなった。アパートにしたら家賃収入をがっぽり稼げるものね。でも、こんないわく付きの物件に住みたがる人なんて現れるのかしら。その改装工事の最中、剥がされた床板の下から、生き埋めにされたとおぼしき奴隷の遺体が、なんと75体も発見された。な、75体？いかにデルフィーンが息を吸うように奴隷を殺していたかが、よくわかるわ。1997年になると、このアパートの大家が、画家にデルフィーンの肖像画を描くよう依頼する。なんで？いや、確かにこのアパートはもともとラローリー邸だったけどさ、なんで今更あの殺人鬼のことを思い出させようとするのよ？なぜ大家がそんな行動を取ったのかは、今でも謎に包まれているんだ。もしかして大家はラローリー邸で何があったのか知らなかったのかしら。いや、そんなわけないわよね。大家は、画家から完成した肖像画を受け取ると、アパートの一角にこの絵を飾った。するとどうだろう。この絵を一目見ただけで身体に異常をきたす人が続出したんだ。中には、どこからともなく声が聞こえてきた。
冷たい手で触られた、暗闇の中から名前を囁かれた、といった超常現象を体験した人もいたようだ。殺された奴隷たちの呪いかしらね。また、絵を飾った日を境に、アパート内で幽霊が頻繁に目撃されるようになった。これらの幽霊は、デルフィーンに拷問されて殺された、奴隷たちの幽霊だと考えられるようになった。肖像画を飾ってからろくな目に遭ってないわね、このアパート。そのため、この肖像画には、世界一呪われた絵という不名誉な称号が与えられてしまったんだ。まあ、それがいいわよ。事件から200年近く経った今も、この邸宅には怪現象の噂が絶えない。未だに鞭の音やうめき声が聞こえるそうだ。そのため、アメリカ国内ではウィンチェスターミステリーハウスと並ぶ、有名な幽霊屋敷として知られていて、ツアーが組まれるほどの人気観光スポットともなっている。デルフィーンもまさか自分の凶行が200年後に、エンタメとして消費されるとは思いもよらなかったでしょうね。ちなみに2007年4月には、あのハリウッド俳優のニコラス・ケイジが、345万ドルでこの邸宅を買い取ったものの、その後売却しているぞ。ニコラス・ケイジ、何を思って購入したのかしらね。というわけで今回は、デルフィーン・ラローリーの生涯を解説してきたが、どうだった？奴隷に拷問を加えて殺害するとき、一体彼女は何を考えていたんでしょうね。それは本人のみぞ知るってやつだな。案外、何も考えてなかったりして。それが一番怖いわよ。闇の歴史ツアー。ゆっくり霊夢です。ゆっくり魔理沙だぜ。前回、家族について解説したのを覚えてるか？鳥頭の私でも、さすがに前回の内容は覚えてるわよ。そいつはよかった。それなら、明治時代から太平洋戦争敗戦後というごく短い時間だけ存在した、家族の実態については理解してくれたと思う。今回はそれを踏まえて、3人の家族霊嬢が起こしたスキャンダラスな事件を解説するぞ。あら、3人も紹介してくれるなんて今日は太っ腹なテーマね。太っ腹とは少し違う気もするが、今日はたくさんのエピソードを紹介するぜ。一粒で3度美味しい解説動画になってるはずだ。アーモンドグリコもびっくりね。というわけで今回の動画では、柳原玉蓮、吉井徳子、宮坂浩二久美子という、3人の家族霊嬢のスキャンダラスで衝撃的なエピソードとその生涯についてだ。それじゃ早速、ゆっくりしていってね。さて、一人目に紹介する家族霊嬢は柳原玉蓮だ。父親は柳原咲光伯爵で、大正天皇のいとこにあたる人物だぞ。玉蓮、めちゃかっこいい名前。あ、ちなみに玉蓮の本名は宮崎昭子。玉蓮は歌人としての名前だ。あ、玉蓮はペンネームみたいなものだったのね。そういうことだ。彼女はその名も玉蓮事件という駆け落ち事件を起こしたんだぜ。家族霊嬢の駆け落ちって、ニュースになるレベルのものなのね。玉蓮が、この駆け落ちをめぐって当時の夫、伊藤伝右衛門と、新聞紙上でハードなやり取りを繰り広げたんだ。それを面白がったマスコミがスクープ合戦を始めたんだよ。へえ、一体どんなドタバタが繰り広げられたのかしら。気になってきたから、早く解説お願いします。よし。時代は1910年に遡るぞ。この時秋子は25歳。自身を玉蓮と名乗る前の彼女に、九州の炭鉱王、伊藤伝右衛門との再婚話が持ち上がったんだ。再婚話ってことは、この時点で秋子はすでに一度離婚を経験してたのね。ああ。初婚の相手の北小路助武。秋子に DV をしたり女中と浮気したりと、秋子にとっては散々な結婚だったみたいだな。ちなみに知的障害があったとも言われているぞ。それは秋子に同情しちゃうわね。そこでこの再婚話が持ち上がったわけだが、当時の伝右衛門は50歳。秋子とは親子ほどの年齢差があった。それに彼は炭鉱王といえども所詮は労働者からの叩き上げで、天皇家にゆかりのある秋子とは圧倒的な身分差があったんだ。つまり、伝右衛門という男は秋子にとってあまりに不釣り合いな男性だったのね。じゃあ、なんでそんな縁談が成立したのかしら？そこには、離婚歴のある秋子を一刻も早く再婚させたい柳原家と、高貴な女性と結婚したい伝右衛門の思惑が一致したからだ。この縁談にあたって、伝右衛門は柳原家に多額の金銭を送ったと報道されたぞ。そんなことまで報道されたんだ。マリサが前回の動画で、家族は芸能人みたいな扱いを受けてたって言ったのは本当だったのね。この結婚は当時黄金婚と呼ばれ、家族霊嬢が売り物に出た。炭鉱王が家族霊嬢を金で買ったと大々的に揶揄された。うわぁ、マスコミのいいおもちゃにされてる。なお、伝右衛門が柳原家に多額の金銭を送ったという報道に対し、秋子の兄、義満は否定したものの、
明らかに不釣り合いな結婚相手に妹を嫁がせた理由については、ま、出戻りですからな、と答えている。一度離婚しただけで女性の価値が暴落する時代だったのね。こうして九州でデネモンとの結婚生活を送ることとなったアキコだったが、その結婚生活はまたも幸せとは程遠いものだったんだ。今度は何が問題だったのかしら。デネモンは下半身がだらしなさすぎたんだ。女中頭が実はデネモンの愛人だったり、前妻との間に子供はいないと言ってたけど、蓋を開けたら目かけとの間に娘がいたりともう無茶苦茶。おまけに遊郭に入り浸るデネモンから性病を移されたりして、夫婦の溝は深まる一方だったようだな。デネモン、炭鉱王だかなんだか知らないけど、随分調子に乗ってるわね。デネモンがこんな人間なので、アキコは九州で孤独な日々を過ごすことになる。この時アキコの支えとなったのが短歌だった。彼女は当時の苦悩や葛藤を短歌にして帰還し、心の花に発表をし続けたんだ。この頃から自分のことを白蓮と名乗り始めるんだぜ。まさか、この逆境が柳原白蓮を生み出したとは。アキコ改め白蓮は頭角を現していき、1919年には指曲げ外道という戯曲を発表するんだ。で、この戯曲が評判になったから本にしましょう、ということになり、出版の打ち合わせに編集者の宮崎雄介という男がやってくる。あら、アキコの元に男性がやってきたじゃないの。これをきっかけにアキコは雄介に心を奪われ、恋文を交わし始めるようになるんだぜ。政略結婚続きのアキコにとっては、これが人生初の恋愛だったのかもね。だが、この二人の関係が噂として広まった結果、雄介は編集者の職を解かれてしまった。白蓮もまた貫通罪に問われる可能性があった。貫通罪？何それ？貫通罪とは、妻が他の男性と不倫をした際に問われる罪だ。なお、この罪は夫が他の女性と不倫をした場合には適用されない。不平等極まりない。白蓮は雄介との一件で貫通罪に問われる可能性があったが、自分の気持ちを抑えることができなかった。そこで彼女はデネモンお気に入りの芸妓を目かけとして差し出してまで、駆け落ちを実行したのさ。この時白蓮は36歳、雄介は29歳だった。おお、白蓮がついに駆け落ちしたわ。この後どうなったの？白蓮は、なんと朝日新聞の紙面で堂々とデネモンに対して絶縁状を叩きつけたんだぜ。関白宣言ならぬ、縁切り宣言。この時代、女性が自分の意思を紙面で宣言することなど極めて珍しかったので、それはそれは大きな社会的反響があった。だからこれが白蓮事件として後世まで語り継がれるようになったんだ。そういえば貫通罪の件はどうなったの？せっかくここまでやったのに貫通罪に問われちゃったら意味なくない？いや、実はこの紙面で絶縁状を叩きつける、という行為が貫通罪を回避するための作戦だったんだよ。絶縁状を叩きつけることが貫通罪の回避方法？一体どういうこと？この作戦は、雄介が友人のマスコミ関係者に相談した時に考案されたものだったんだ。マスコミを通して世論に訴えれば、人権問題として駆け落ちを正当化できるんじゃないかと考えたわけだな。なるほど、そういう作戦だったのね。その後は、白蓮を悲劇のヒロインとして扱った朝日新聞と、デネモンを擁護する毎日新聞の熾烈なバトルが繰り広げられたんだぜ。これは大衆娯楽として盛り上がらないわけないわ。当初は白蓮の行動もやむを得ないという同情票が多かったけど、報道が進んで詳細がわかるにつれて、白蓮が糾弾されるケースが増えていった。特に女性は白蓮を批判する人が多かったようだな。女性の敵は女性なのかしら。なんか、駆け落ちした白蓮ずるい、私もしたかった。っていうやっかみも入ってそう。この報道が加熱した結果、幸い白蓮は貫通罪に問われずに離婚が成立した。伊藤家としてもさすがに大正天皇のいとこを投獄するわけにはいかなかったんだろう。そういえば白蓮って天皇のいとこだったわね。高貴な身分に助けられたってわけか。ただ、この駆け落ちは皇室の権威を失墜させる行為として宮内省では大きく問題視され、兄の義光は隕石辞任を迫られるなど、一悶着あったみたいだ。家族ともなると、駆け落ちするのも楽じゃないわね。その後の白蓮と雄介の二人はどうなったのかしら。ようやく二人で暮らせるかと思いきや、この件でブチギレた義光が白蓮を柳原家に監禁したり、はたまた彼女を出家させようとしたり、雄介の実家の前で暴力団がうろついたりといろいろあった。全然一緒に暮らせてないじゃないの。駆け落ち事件から二人が一緒に暮らせるようになったのは、駆け落ちから2年経ってからのことだった。なお、この時すでに雄介は結核で病床に伏せていて、白蓮には雄介との間に生まれた長男、香織がいた。ようやく一緒になれたと思ったら、一連の事件のせいで白蓮は家族から除籍されてしまい平民となったので、
彼女が一家の大黒柱として筆一本で家計を支えたんだぜ。経済的には厳しかったようだな。まさに波乱万丈という感じね。それでも白蓮にとっては、ようやく手に入れた幸せだったのよね、きっと。続いて二人目に紹介する家族令嬢は吉井徳子だ。実は徳子もあの柳原家の出身で、白蓮の命に当たるぞ。まさか三人中二人が柳原家とはね。もしかして三人目も柳原家とか？それは大丈夫。さて、徳子に話を戻すぞ。彼女は白蓮事件が起きた後の1933年に、扶養家族事件、あるいはダンスホール事件と呼ばれるスキャンダルを起こしたんだ。白蓮事件に扶養家族事件。柳原家はもうボロボロね。それだけじゃないぞ。え？柳原家は白蓮事件後に吉光の難色スキャンダルと徳子の扶養家族事件を立て続けに起こして、さらに同時期に白蓮の元夫だった北小路助武が詐欺、恐喝事件を起こしてるからな。スキャンダル一家だよ。白蓮にブチギレた吉光もスキャンダル起こしてるじゃない。人のこと言えないわよね。ではここから、扶養家族事件のあらましについて解説していこうか。解説されましょうか。当時、赤坂ため池町には都内屈指の豪華な内装を誇る、フロリダダンスホールというものがあったんだ。そこでは有名人や高貴な人々が夜な夜なダンスを楽しんでいた。西洋列強に対抗するために西洋化、近代化を目指した当時の日本らしいエピソードね。ある時、このダンスホールでダンスの指導に当たっていた、小島幸吉という男が、警視庁に逮捕された。あら、この男は何しちゃったわけ？何でも小島は自分のことを日本一の高男子と称して、女優やダンサー、洋歌の娘、勇敢マダムなど多くの女性と関係を持っていたようなんだ。つまり小島は貫通罪で逮捕された。ってわけだぜ。小島は真男として貫通罪を問われちゃったのね。にしても日本一の高男子を自称していたってのは、控えめに言ってダサすぎるわ。その日本一のダサ男の小島が、取り調べの中である白状をしたんだ。それは自分に女性客を紹介したのが、なんと吉井徳子だというものだった。つまり事件の黒幕が徳子だったってこと？徳子はなんでそんなことをしたのかしら。徳子は22歳で歌人の吉井勇伯爵と結婚したんだけど、夫婦関係は当初から崩壊していて、彼女にとって他の男と関係を持つのが普通になっていたようなんだ。まさかの貫通しまくり。これについては、夫の勇も遊び人だったそうだからお互い様なところがあるけどな。本当に形だけ結婚してるって状態だったのかもね。かもな。それでこの時の徳子の愛人が小島だったというわけだ。でもなんで徳子は自分の愛人の小島に次々と女性を紹介してたの？理解が追いつかないわ。そうだよな。なんでも徳子は小島との関係をつなぎ止めるために友人の家族令嬢たちを次々と斡旋していたそうなんだ。へえ。つまり徳子は小島に自分の友人を貢ぐことで、関係をなんとか続けさせようとしてたのね。ああ。だが斡旋した家族令嬢が独身ならまだしも、揃いも揃って既婚者だったから大問題に発展してしまったんだ。恋は盲目というか、日本一の高男子を自称する男なんてろくなもんじゃないと思うのに、一体こんな男のどこに惹かれたのかしらね。徳子は、愛のない制約結婚をしたからこそ、小島との関係を本物の恋愛と錯覚して夢中になってしまったのかもな。そういうもんかしら。それで徳子はその後どうなったの？事件発覚後、身を隠していた徳子だったが、警視庁の捜索により逮捕され、取り調べが行われた。不幸中の幸いか、徳子は警視庁の留置場に一晩置かれた後、実家の柳原家に返され、貫通罪で起訴されることはなかったようだ。へえ、徳子は結局罪には問われなかったのね。これもやっぱり天皇の血を引いてたからかしら。だが罪に問われなかったからはいオーケーというわけにはいかない。宮内省は事件に関係した家族を処分することにしたんだ。まあ、家族のスキャンダルが続いたわけだから宮内省は黙っちゃいないわよね。この事件を受けて夫の勇は隠居、徳子は冷遇停止となった。また、徳子の遊び仲間には女族扱いとなった者もいたようだな。まあ、そりゃそうなるか。高い代償がついたわね。この事件の後、徳子は勇と離婚した。でしょうね。ちなみに白蓮は叔母として、事件発覚前に徳子にダンスホールに行くのをやめるよう説教していたそうだぞ。自分がやったことを棚に上げてというか、自分を反面教師としてというか、かつての自分と徳子を重ねていたのかもしれないわ。そしてこの事件発覚後、白蓮は新聞取材を受けて、名がこのような問題を起こし、叔母として恥じる次第です。と頭を下げている。なんか白蓮が常識人的なポジションになってない？白蓮は表立って徳子のやらかしを擁護こそしなかったが、
事件後に柳原家で四面楚歌に陥った徳子の唯一の味方であり続けたそうだ。確かにこれ以上ない理解者な気がするわ。三人目に紹介する家族霊嬢は宮坂浩二久美子だ。お、ようやく柳原家じゃない人が出てきた。この女性は一体何をやらかしたのかしら？それは後のお楽しみだ。まずはこの女性について軽く解説していこう。お願いします。宮坂浩二家は古くから和言の師範家で、宮内庁雅楽部長を務めたという由緒ある家系だった。もちろん、久美子の祖父も父も貴族院議員を務めた。家族のど真ん中を突き進むような女性だったのね。戦後に家族制度が廃止され、多くの家族が地位や財産を没収されて没落していったよな。だが幸いなことに、久美子は家族制度が廃止された年に、滑り込みで大手食品会社の創業者の長男と結婚に成功。双子の男の子を出産したんだ。やったじゃないの。なんとか逃げ切ったわ。だが、嫁姑関係がうまくいかず、また夫の海外留学中に久美子が不倫を重ねたことで結婚生活は2年で終了。二人の息子は夫に引き取られたんだ。どいつもこいつも不倫してる。独身に戻った久美子はその後、銀座のホステスを転々としたり、PR 会社を設立したりと不安定な生活を続ける。あら、ちょっと不安ね。大丈夫かしら。紆余曲折を経て、彼女は赤坂と日本橋で、商社マン相手の会員制高級雀荘を経営するに至った。この雀荘はエリートサラリーマンの接待に使われることも多く、繁盛していたようだぜ。たくましく生きてるじゃない。この雀荘が繁盛していたのは、久美子自身の存在も大きかった。彼女は社交性が抜群な上に、華やかで色気があり、46歳とは思えない美しさだった。この時、久美子は独身。ああ。だが恋人はいたぞ。その恋人はなんと17歳年下の恋人だったんだぜ。かなりの年の差カップルだわ。久美子としてはその恋人との結婚も考えていたんだが、実はその恋人には別の女性との結婚話が浮上していたんだ。なぜなら彼もまた上流階級出身で、さらに上場企業の常務まで上り詰めていた男だったからだ。恋人は31歳か。まあ、そういう話が出てきてもおかしくないかもね。ああ。そしてその恋人が先輩社員に、久美子の存在を愚痴ったそうなんだ。それでその先輩社員が、じゃあこれから彼女のマンションに行こう。俺が別れ話をまとめてやる。と、謎のやる気を見せたという。面倒見がいいというかなんというか。そして二人は深夜に久美子のマンションを訪れたぞ。その話し合いは翌朝5時まで続いたそうだ。長ーっていうか、深夜に訪れるんじゃないわよ。その辺の感覚どうなってんのかしら。この話し合いでは、恋人の男性はほとんど黙ったままで、先輩社員の男が久美子にしつこく別れを迫ったらしい。また、この男は酒に酔っていたこともあって、久美子に対して女性蔑視とも言える発言を幾度となく繰り返したとも言われている。これは絶ゆる案件だわ。久美子はどうしたの？これにブチギレた久美子は、なんと部屋に保管されていた愛用の散弾銃を手にした。そして、この男に向けて引き金を引いた。そもそもなんで家に散弾銃があるわけ？久美子は元家族霊嬢だからな。小さい頃から狩猟が趣味だったんだ。なるほどね。だから久美子は散弾銃の扱いに慣れてたわけか。当然、先輩社員の男は即死。これに度肝を抜かれた恋人は、自身の命の危機を感じたのか。久美子から散弾銃を奪って逃走した後、通報したんだ。さっきまで隣にいた先輩社員が突然殺されたんだから、恋人も気が気じゃないわよね。恋人が久美子の元から去ってすぐに、彼女は衝動的にガスレンジのホースを口に加えて自殺を図った。全てが急展開すぎるわよ。久美子は幸い一命を取り留めたんだが、元家族という久美子の華麗なる出自がマスコミの目に留まり、世間を賑わせたのさ。家族制度が廃止されて27年後に、まさかこんな事件が起こるとは予想だにしてなかったんでしょうね。そりゃ世間も面白半分で騒ぐわよ。というわけで、今回はかつて3人の家族霊嬢が起こした、スキャンダラスな事件について解説したぜ。どうだった？家族霊嬢、どいつもこいつも不倫しまくり。家族の結婚は価格や位などで決められる典型的な制約結婚だから、夫との結婚生活がうまくいかないケースの方が多かったのかもな。確かに夫の方も女遊びが派手だったりするからお愛子かも。でも時代的に、男性の女遊びは許されたけど、女性の男遊びは許されなかったってことよね。ああ、だがその価値観は今の時代も続いてるような気がするけどな。確かにそうかもね。でも、それもそのうち変わっていくわよ。闇の歴史ツアー。
くり霊夢です。ゆっくり魔理沙だぜ。今回は、かつて日本に存在した家族について解説するぜ。家族って言葉からしても貴族っぽいイメージだけど、どう違うのかしら？お、いきなりいい質問だな。貴族とは、飛鳥時代の後期に当時、豪族と呼ばれた有力者が母体となって誕生した階級のことなんだ。平安貴族って言葉は聞いたことあったけど、それよりももっと前の時代から貴族は存在してたのね。その一方で、家族とは、明治時代から太平洋戦争敗戦までのごく短い期間だけ存在していた階級だぜ。これまで貴族と呼ばれていた人たちも、この時代は家族と呼ばれていたんだ。そういうことなのね。なんでそんな短い期間だけそう呼ばれていたのかしら。というわけで今回の動画では、家族のルーツやその特権、廃止と没落までを解説していくぞ。それじゃ早速、ゆっくりしていってね。家族とは明治政府によって新たに作り出された身分制度で、それは市民平等を謳った政府方針とは矛盾する存在だったんだ。それなのに、なんで家族というものが作り出されてしまったの？それは、江戸時代に有力者だった大名家や、鎌倉時代から脈々と続いた公家をいきなり平民にしたら、不満が噴出して戊辰戦争のような内乱が起きるかもしれないと危惧されたからなんだ。なるほどね。家族には貴族院議員になれたり、学習院に無条件で入学できたりといった特権が与えられた。その特権によって時代を謳歌した家族も多かった一方で、高コスト体質のせいで生活に困窮する家族も多かったんだ。いい暮らしをするにはそれなりにコストがかかるものね。そんな家族も日本が太平洋戦争で敗北したことをきっかけに廃止されることとなる。家族を廃止したのは、マッカーサー率いる GHQ だぜ。おお、超有名人じゃないの。ここまでが超ざっくりとした家族についての紹介だ。ここからさらに詳しく解説していくぜ。よろしくお願いします。幕府が政権を握っていた江戸時代が戊辰戦争によって終わりを迎え、日本は明治時代に突入した。ここまでは OK だよな。もちろんよ。外国と対等に渡り合える日本を目指した明治政府は近代化を進めようとしたわけだけど、そんな彼らを悩ませたのが江戸時代の名残だったんだ。明治政府はどんなことで悩んでたの？江戸時代には各地方に県ではなく藩というものが存在していたよな。幕藩体制が敷かれてたものね。県と藩ってそんなに違うの？呼び名が違うだけじゃない？いや、県と藩は全然違うものだぞ。何せ藩ごとに異なる貨幣や言葉、法律が使用されていたからな。そっか、藩が変わればルールが変わったんだ。一つ一つの藩が国みたいなものだったのね。そういうことだ。さすがにこの状態で日本という国を一つにまとめるのは不可能。そこで明治政府は1871年に廃藩置県を行って、その頂点に明治政府を置くという中央集権国家を築こうとしたんだ。外国と対等に渡り合うために、日本が国としてまとまる必要があったってことなのね。それで県のトップには県令という、まあ今でいう県知事みたいな存在を中央から派遣したわけだけど、ここで困るのがこれまで藩主を務めてきた大名たちの処遇だ。確かに、藩主だった人たちは突然その座を奪われるわけだから、納得できないわよね。だろ？そこで明治政府は彼らを納得させるために、東京に呼び寄せて公家とまとめて家族という新しい特権階級を与えることにしたんだ。そうやって落としどころをつけたのね。ああ、そうでもしないと、また戊辰戦争みたいな内戦が起きる可能性があったからな。それで明治政府が転覆でもされたら、外国と対等に渡り合うどころの騒ぎじゃないわ。そうなんだよ。そんなわけで、明治維新によって日本は建前上、市民平等になったはずだったんだが、それだと従来の権力者たちが納得しなかったので、家族という特権階級を用意しなくてはいけなかったというわけだ。なんだか矛盾してるけど、そうでもしないと世の中がうまく回らなかったんでしょうね。こうして家族が爆誕したわけだけど、またもや問題が勃発。今度は何？さっき私は、旧藩主を公家とまとめて家族にした、と言ったよな。そう言ってたわね。それはつまり、江戸時代に大名として権勢を誇っていた人間と、江戸時代にはすっかりかつての意向を失っていた公家の人間を同格にするということだった。もし霊夢が大名だったとしたら、このことに納得できるか？なんであいつが俺と同じ身分なんだ？って思う人が出てきてもおかしくないかも。そうだよな。実際、大名出身者と公家出身者の間でたびたび衝突が起こった。そこで明治政府は家族をさらにランク分けすることにしたんだ。それが1884年に発令された家族令だな。大変ねえ。これによって家族は上から順に、公爵、侯爵、伯爵、子爵、男爵、とランク分けされることになった。
高、高、博、士、団。中学の時、こうやって暗記したわ。ちなみに霊夢は、家族ってどんなイメージがある？そうねえ。みんな豪邸で暮らして優雅な生活を送っていそうな感じかしら？だからこそ家族になれたんじゃないの？ところがどっこい、意外とそうでもないんだ。家族の財産は、江戸時代までの領地や石高の一部、と規定されていたので、徳川家のような大きな武家家族は莫大な資産があったが、その一方で公家家族の中には武家家族の10分の1しか資産がない家もあったみたいだぞ。へえ、江戸時代は公家よりも武家の方が力を持ってたから、公家と武家の間でものすごい格差があったのね。この格差は明治天皇や政府中枢の人々も憂いていて、中でも特に気にかけていたのが、自身も公家出身だった岩倉具視。彼は公家家族の悲惨な経済状況を憂いて、家族銀行と呼ばれた第15国立銀行を設立したり、家族の共同出資で日本鉄道会社を発足したりといろいろしたんだ。公家出身の岩倉具視が公家家族を心配するのはわかるけど、それはそれで新たな対立の火種を生み出しそうな予感がするわ。その通りだ。公家家族びいきの政策は、武家家族から不満が続出したようだ。やっぱり、それにいろいろと制度が充実しても生活が厳しい公家家族は依然として存在していて、地方への移住を考える者もいたようだぞ。確かに、地方なら生活費も抑えられるからいいわよね。しかし、それは家族には許されていなかった。なんでなの？なぜなら、家族は東京で天皇の相談役を呼び、学問に取り組むべし、という政府方針があったからだ。つまり家族の使命は皇室を支えることにあったのね。確かにそれじゃあ地方には行けないわ。そこで1886年には家族の財産を守るため、家族世襲財産法を制定し、第三者が抵当権や指揮権を主張できなくしたんだ。これもぶっちゃけ公家家族びいきの法律ねー。さらに生活に困窮する公家家族には政府から資金援助をしたりもしたんだぜ。そこまでして彼らを東京に留めておきたかったとは。でもそんなことしたら、ますます武家家族と公家家族の対立が深まる気がするけど、政府の公家家族びいきの政策の数々に武家家族が不満を漏らす中、明治維新で功績を挙げた人々も家族にしてあげよう、という流れが生まれた。それで、いわゆる薩長土肥出身者が、勲功家族として家族の仲間入りを果たすことになる。ついに身分の低い人々が家族の仲間入りしちゃった。なので、勲功家族は武家家族からも公家家族からも煙たがられた。武家家族対公家家族対勲功家族という対立構造の出来上がりだ。ますます状況が悪化してるじゃない。これ、どうやって収拾つけたの？岩倉具視は、俺たち家族は皇室を支えるために存在するんだから、くだらない対立は無駄だ。として強烈な家族統制政策を取ったんだけど、その政策の中にさっきの公家家族びいきの政策があったりして不満が高まり、統制に失敗。対立をなくしたいなら、どれか一つだけ優遇しちゃダメよね。家族間の対立が解消されたのは、大日本帝国憲法制定とともに帝国議会の貴族院が開かれたタイミングだった。この時、家族の役割が明確化されることで家族間の対立が解消されたんだ。対立が解消されるまで結構時間かかったわね。ではここから、当時の家族に与えられた特権にどんなものがあったのかを紹介していこう。よ、特権階級。まずは一つ目。家族の長男は父親の爵位を継ぐことができた。これが爵位の世襲だな。これはなんとなく想像通りだわ。なので、長男は家を継ぐと同時に確実に身分が保障されたわけだ。続いて二つ目。家族のみが着用を許された爵服を着ることができた。これが爵服の着用許可だ。この特権にはあまり惹かれないわ。三つ目は、さっきも紹介した家族世襲財産法による世襲財産の設定だ。これによって一族が保有する土地や債権、株権を、自由に放棄したり差し押さえられたりすることが禁止されたぞ。家族を保護するのはいいけど、資産を自由に放棄できないって、状況によっては大損になることもありそうね。察しがいいな。実際この法のせいで当主が世襲財産を売却できなくなって、かえって家がピンチに陥ったり、あとはやっぱり債権者からの抗議が続出したりもしたので、後に当主の意思で世襲財産の解除ができるようになった。やっぱり、四つ目は、帝国議会の上院である貴族院の議員になれる貴族院の構成。これは特権であり義務でもあった。へぇ、家族は貴族院議員になるのが義務だったのね。貴族院議員は貴族院の法律を自分たちで制定できたし、衆議院と違って選挙で選ばれなくても議員になれるなど、衆議院議員に比べて圧倒的なアドバンテージを持っていたぞ。優遇されすぎ、衆議院から不満が出そう。ああ、実際、不満は出た。ただ、例えば衆議院議員が、貴族院にも選挙を導入しろ、と言っても、
貴族院には自立自治の特権が保障されていたので、衆議院議員の声が通ることはほぼなかったようだ。貴族院がなくなるまで、衆議院はある種の不平等を強いられていたのね。5つ目は、天皇家や朝鮮王家との結婚が許された皇族、王皇族との通婚。特に皇族の結婚相手は家族と定められていたから、家族は皇居への出入りも自由だった。特権階級感ある。家族が朝鮮王家とも結婚が可能だったってのは驚きだわ。6つ目は、民事裁判への出頭を求められない司法の優遇。民事裁判をスルーできたとは、マリサはさらっと言ったけど、これもなかなかえげつない特権じゃない？そして7つ目が、家族の指定なら家族独自の教育機関だった学習院に、無試験で入学できた学習院への入学。これは知ってる人も多いだろう。学習院って家族のための教育機関だったんだ。知らなかったわ。ま、学習院への入学は義務だったので、勉強のできない子供は帰って苦労したみたいだけどな。その場合、入学した時点で落ちこぼれ確定だもんね。そりゃきついかも。なお、学習院の卒業生は、帝国大学に欠員があれば無試験で入学できたんだぜ。うらやま。大体どの年も大学受験者の1割は病気などで進学を辞退していたから、学校や学部を問わなければ、学習院卒業者は帝大卒の学歴を簡単に手に入れられたようだな。資質に合ってない学部に入れられたら、それはそれで大変そうだけどね。次に、教育を終えた家族にはどんな人生が待ち受けていたのかを解説しよう。聞きましょう。家族というものが誕生した当初、彼らは貴族院議員や軍人、官僚として国家に貢献することが期待されていたんだ。つまりは皇室に貢献しろってことね。なので、陸軍士官学校には家族指定のための特別な余暇が置かれたんだが、希望者が少なく、また、希望者に虚弱体質が多かったため、すぐに廃止された。大切に育てられすぎたせいで虚弱になってたのかしら。そのため、軍人になるものは少なかった。そんな家族にとって一番適性があったのが、皇室事務を担う宮内省だったと言われている。なんで宮内省限定？他の省庁は家族には向いてなかったのかしら。もちろん、商工省や外務省など他の省庁に入った家族もいたが、バリバリの立身出世主義の官僚社会では、育ちがよくおっとりした人が多かった家族は歓迎されなかったみたいなんだ。そっか。家族は競争社会と無縁の世界で生きてきたから、生き馬の目を抜く人ばかりの官僚組織と相性が抜群に悪かったのね。そうそう。だから各省庁でボコボコにされた家族が、平和な世界を求めて宮内省に移動するという例が後を絶たなかったんだとか。宮内省は家族にとって唯一のオアシスだったんだわ。また、恵まれた家庭環境と経済状況を生かして学問の道に進む家族も多かった。家族から大勢の学者が誕生したんだ。中には父親が陸軍大将だったために陸軍に進むも、軍人社会に馴染めずに考古学者に転じた人もいたぞ。大山柏って言うんだけど、血筋がいいと、その分の制約も大きかったようね。家族には数々の特権があったから、さぞかし恵まれた人生を送ったように思えるだろう。違うの？ああ。一言で家族と言っても様々だった。家族の中でも公家家族は普通に生活するのも困難なレベルの家が多かったんだ。それ、さっきも言ってたけどなんで公家家族は困窮してたの？それはシンプルに資産がほとんどなかったからだ。武家家族の多くは大名出身者だったから、最低でも1万石の領地を持っていた。1万石の領地とは1万石の米が収穫できる土地ということだ。それって資産価値としてはどのぐらいのものかしら？諸説あるが、ざっと7億5千万円ぐらいの価値があったと言われている。うはぁ、そりゃすごいわね。一方の公家家族の場合は、公家の価格の頂点にあった五石家でも2000石程度しかなく、100石しかない家もザラだったんだ。片や1万石、片や100石、同じ家族としてひとまとめにしていいのか疑問なぐらい、圧倒的な格差だわ。ちなみに100石しか持たないとなると、その資産価値はざっと750万円程度。一般人目線で見ればそれでも十分に思えるかもしれないけど、価格の維持や家族同士の付き合いには多額の出費を必要とする。つまり100石程度では全然足らない。そのため困窮する公家家族が相次いだんだ。高コスト体質が招いた悲劇って感じね。先に言った通り、明治政府が公家家族救済政策をいくつか取ったものの、焼け石に水だった。中級以下の家族は軒並み生活費が払えなくなり、自らの地位を手放すケースが後を絶たなかったんだぜ。家族って地位を手放せるのね。手放すとどうなるの？そしたらあとは普通の平民と一緒だぜ。生活に困窮してるわけだから、生きるために必死になって働かないといけない。中には男に騙されて置き屋に売り飛ばされた家族令嬢もいたぞ。
そのレベルまで追い込まれていたとは。多くの家族が地位を手放す大きなきっかけとなったのが、1927年の金融恐慌だった。家族銀行として設立された第15国立銀行が経営破綻したんだ。これによって資産家の武家家族もやられて、公家家族、武家家族問わず多くの家族が没落することになったんだぜ。金融恐慌怖い。さて、そんな家族だが、民衆は家族をどう捉えていたのか。雲の上の存在、みたいな感じだったんじゃないかしら。いや、当時の民衆にとって家族はそこまで遠い存在ではなかったんだ。それよりも、今でいう芸能人ぐらいの距離感だったと言われている。家族って芸能人的な扱いを受けてたの？ああ。例えば現存する日本最古の女性誌、婦人画報では、家族子女や婦人のグラビアがよく掲載されていたし、家族の人々の私生活もゴシップとして取り上げたりしていたようだぞ。本当に扱いが芸能人と一緒じゃない。つまり家族は民衆にとって好奇心や嫉妬心の対象だったってことね。そういう一面もあっただろうな。例えば柳原白蓮の駆け落ち事件や、吉川鎌子とお抱え運転手の千葉心中事件など、家族の奔放な自由恋愛はゴシップ誌だけでなく新聞も賑わせた。以前うちのチャンネルで扱った、ミスコン優勝で学習院を退学になった末広ひろ子もマスコミの格好の餌食だったぜ。末広ひろ子、懐かしい。ただ、家族のスキャンダルがやり玉に挙げられると、家族なんていらないんじゃね？という家族不要論を唱える者が現れるようになる。確かに、旗から見ると特権を振りかざして、どんちゃん騒ぎしてるだけの存在に見えなくもないもんね。しかし時代が流れて日清戦争や日露戦争に突入すると家族が再評価されるようになるぞ。え？なんで？家族男性は率先して戦地に赴いたし、家族女性も自ら看護婦に志願する者が多かったんだ。日清戦争後には看護の功績を称えて、10人の看護婦が叙勲を受けたんだぜ。これで世間的に看護婦が憧れの職業というイメージが高まったし、高貴な女性の社会参画が進むきっかけにもなったんだよ。皮肉にも戦争が家族を輝かせたのね。明治時代から物議を醸しつつも続いた、家族制度が廃止されるきっかけとなったのが、太平洋戦争の敗戦だ。敗戦後、戦後処理として、日本に GHQ、連合国最高司令部が介入してきたのは知ってるよな？マッカーサーね、有名人だから私でも知ってるわよ。この時、日本政府に一切の権限はなく、GHQ の意見に反論する資格は与えられていなかった。日本政府が存続できるだけありがたいと思え、って状況よね。当時の GHQ が課題としたのが、日本の非軍事化だった。二度とアメリカに宣戦布告させないようにするためだな。こうして日本はアメリカの属国になりました、と。日本の非軍事化を目指す GHQ は、戦争を主導した軍人や政治家を逮捕しまくり、さらに憲法改正を要求してきたんだ。なんで憲法改正？これまでの大日本帝国憲法は、天皇中心でかつ軍事的要素を含んでいたんだ。そこで GHQ は日本を非軍事化するためにも、国民主義、平和主義、基本的人権の尊重を中心とした憲法の作成を日本政府に命じたのさ。当然、日本政府には拒否権なんてあるわけない、ってことね。こうして法の下の平等、貴族制度の禁止、英天の特権付与否定が盛り込まれた日本国憲法が1947年5月3日に施行された。それとともに家族制度も63年の歴史に幕を下ろすこととなったんだ。家族って意外と短い期間しか存在しなかったのね。その辺の家族の引きこもごもは、太宰治の社要を読むとよくわかると思うぞ。社要ってそういう話だったのね。ああ。社要は終戦後の家族制度廃止によって没落貴族となった人間の話なんだ。太宰治の父親は青森県有数の大地主で、多額納税によって貴族院議員も務めていたんだぜ。へえ、社要って太宰治の実体験に基づいた話だったんだ。というわけで、今回はかつて日本に存在した家族について解説したぜ。どうだった？みんなバブリーな生活をしてると思ってたけど、意外とそうでもなかったってのが驚きだったわ。そのあたりが西洋の貴族との大きな違いかもな。日本の家族は特権などで優遇されていた面もあるが、生活に困窮する名ばかり家族もたくさんいたんだよ。私、貴族ならなってもいいかもって思ってたけど、家族はそこまで魅力を感じなかったから遠慮しておくわ。大丈夫。どっちもなれないから。現実的。闇の歴史ツアー。あれ？またなんか余計なものが増えてない？あ、バレた？ついに買っちゃったのよ。流しそうめん機。前から一度やってみたくてさ。どうせ一回使ったら満足して押し入れにしまうことになるんだろ？ギブー。
なぜバレた？さてはマリサ。探偵ね。霊夢の今までの行動を見てたら探偵じゃなくてもわかるって。良き理解者ね。ポジティブだな。霊夢このまま浪費をし続けていくと、歴史上の人物みたいに痛い目に遭うぞ。いやいやいや、何をおっしゃるウサギさん。私の浪費癖なんて微々たるものじゃないのよ。じゃあ今回は、歴史的な3人の浪費家とその末路を解説してやろう。あ、聞こえない聞こえない。耳の穴をかっぽじってよく聞くんだぞ。それでは、ゆっくりしていってね。歴史的な浪費家の一人目はフランソワーズ・サガンだ。サッカーチーム？それはサガントス。フランソワーズ・サガンの本名はフランソワーズ・コワレと言うんだ。彼女はフランスの早熟天才少女作家だぜ。作業が多いわね。サガンは裕福なブルジョワの家庭で育った。親が景気よく散財する姿を見て育つと、子供も浪費家になるのかしら。彼女はソルボンヌ大学在学中、まだ18歳の頃に、悲しみよこんにちはという処女作をたった7週間で書き上げた。するとこの作品が、プリデクリティックという評価賞を受賞するんだ。これをきっかけに彼女の処女作は瞬く間に世界的ベストセラーとなる。私も在学中に小説書いとけばよかった。霊夢にそんな文才はないから安心しろ。本当のことを言わないでよ。サガンは処女作一本でウォークフラン、日本円でなんと360億円という印税を手にすることとなるんだ。ここから彼女の金銭感覚は狂い始めていく。18歳で360億円も稼いだら、狂わない方がおかしいかもしれないわね。サガンが大金を稼いだのは周知の事実だった。となると当然、彼女の周りには怪しい取り巻き連中が集まり始めて、パーティーに明け暮れる日々が始まったんだ。そしていつしか、パリのあらゆるパーティーに出席してはセレブと顔なじみになるという生活を、繰り返すようになった。彼女はまさに時代の寵児だったんだ。たった一作でそこまで上り詰めるってすごいわね。でもその生活を続けるのは体に良くないわよ。また彼女は大のスピード狂で、007の愛車として知られるアストンマーチンを日頃から乗り回していた。その運転ぶりは同乗者に恐怖を与えるレベルだったようだぜ。いるいる。ハンドル握ると性格変わるやつ。でもそんな運転続けてたらいつか大事故を起こしちゃいそうよね。まさにだ。ある日サガンがいつものようにアストンマーチンを運転していると、並走していた友人が、おせえなと彼女をからかったんだ。これに切れたサガンは急にアクセルをベタ踏み。そしてカーブを曲がり損ねて車は大破し、彼女はなんと車の下敷きになってしまったんだ。あちゃあ、大丈夫だったの？同乗者は彼方に吹っ飛んでいったそうな。同乗者乗ってたんかーい。乗せたまま無茶な運転してんじゃないわよ。サガンは奇跡的に一命を取り留めるわけだけど、ここで厄介な代償を負ってしまう。え？事故の後遺症的なこと？いや、薬物依存だ。え？なんで？痛み止めの処方薬を飲んだことを皮切りに、どんどん強い薬を求めるようになっていくんだ。そして気づけば、サガンは立派なジャンキーになっていた。痛み止めから薬物依存に向かうこともあるのね。ここから彼女は、ますますギャンブル、酒、麻薬に溺れていくことになる。うわぁ、もはや嫌な予感しかしないわ。ハマっちゃダメな典型の全部にハマってるじゃない。当然こんな状態で、彼女を利用しようとする悪い奴が寄ってこないわけがない。むしろ寄ってきてくださいと言ってるようなもんよね。気づけばサガンの家には無一文の友人が寝泊まりし、一緒に飲み食いすれば全部サガンのおごり。友人がサガンのものを褒めれば、翌日にはそれと同じものが友人の元に届く。誰かがお金に困っていれば、見知らぬファンや道端にいたホームレスにまで小切手を切る。サガンって浪費家というよりも、お金に無頓着な人間といった方が適切かもしれないわね。でもそれってずっと利用され続ける可能性だってあるわけだから、すごく危うい状態じゃないかしら。彼女はその後も、薬物依存が原因の機構を繰り返しては逮捕と入退院を繰り返すこととなる。するとどうだろう、何百億円もあった資産は底をつき始めてきたんだ。すごいわね。人間って、たった一台で何百億円も浪費できちゃう生き物なのね。彼女、処女作以外でもヒットをいくつも飛ばしているから相当稼ぎはあったはずなのに、それもすべて使い果たしてしまったようだ。さらにダメ押しで悪い友人にそそのかされ、政府の石油利権をめぐる怪しい儲け話に乗って全財産を失うことになる。日常的に悪い大人たちが寄ってきてたら、こうなるのも当然よね。さらに脱税事件を起こして追徴課税を支払う羽目になったせいで、彼女の後半生は薬物中毒に苦しみながら困窮した生活を送らざるを得なくなってしまった。なんという目も当てられない転落劇。ここまで転落ぶりが激しいと、聞いてる私もなんだか悲しくなってくるわ。彼女の晩年は田舎の自宅にこもりきりだったようだぜ。そして69歳で心臓疾患のため亡くなった。前半生と後半生の落差が激しすぎるでしょ。友達付き合いを間違えたのが良くなかったのかもしれないわね。
ただ、彼女はこうも言っている。お金のことで縁を切るなんてできない。人を信用しないより、自分が騙された方がいい。彼女って根っからの善人だったのね。お金よりも人の方が大事だったから、それがお金の無頓着さにも繋がっていたのかもしれない。それにしてもすごい人生だわ。歴史的な浪費家の二人目は、あのカール・マルクスだ。彼の著書資本論は後世にも絶大な影響を与え、世界各地で数多くの社会主義国家を生んだ。その意味で、まさに歴史的な一冊と言ってもいいだろう。そんな偉大なマルクスも浪費家だったのね。経済学の探求に一生を捧げた割に、実生活ではかなりの経済音痴だったらしいぞ。そんなバカな。彼はブルジョワを批判する立場であり続けたが、彼自身はブルジョワの家庭に生まれたんだ。なんだ、マルクスも裕福な家庭の子供が浪費家になるパターンじゃないの。マルクスは大学時代、弁護士だった父親に仕送りをせびっていたんだけど、その額があまりに高額で父親が文句を言っていたそうだ。裕福な家庭の子弟でも年500タレル以下でやっているというのに、我が息子伝じたら700タレルも使い、おまけに借金まで作っている。ちなみに500タレルは日本円で70万円ぐらい。700タレルは100万円ぐらいだな。浪費家の皆さんは、親元を離れる大学生時代から金銭感覚がバカになっていくのね。とはいえ、父親は可愛い息子のために高額な仕送りをし続けた。甘やかしすぎじゃないマルクスが浪費家になった原因は親にもありそうね。しかしそんな父が亡くなり、今度は母親が家庭を支えなくてはいけなくなってしまった。当然、収入は大きくダウンだ。だがマルクスはその状況を知っていながらも、相変わらず高額な仕送りを要求し続けたせいで、家族との関係が強烈に悪化していく。どうしようもないドラ息子ね、マルクス。親から満足のいく仕送りがもらえなくなったマルクスは、裕福な親戚や知人にも金をせびりまくり、誰かが死んだら遺産を期待するというゴミカス野郎になり下がっていたぞ。ゴミカスは言い過ぎじゃない?後の実績を考えると、研究とかに使っていたのかもしれないし、マルクスは一体何にそんなにお金を使っちゃってたの?彼はお金があるとすぐに高級な株を買い揃えたり、大きな家に住みたがったりしたんだ。あとはナイトクラブやパブでの散財とかだな。あ、ゴミカスだったわ。元がブルジョワ出身だからか、高級なものに目がなかったのね。そんなマルクスが日々どうやって生活していたのかというと、友人からの援助だった。友達からも金せびってたの?ああ、その代表がフリードリヒ・エンゲルス。エンゲルスはマルクスと協調出していこう。マルクスを公私ともに支えていくことになるんだ。エンゲルスはなんでそんなにお金を持ってたの?彼は紡績工場主の息子でね。父親から事業を引き継いだことで実業家としてかなり財を成していたんだ。だからエンゲルスはマルクスに多額の支援を行った。時には彼の借金の肩代わりもしたんだぜ。マルクスめ、いい友人を持ったもんね。サガンにもこうした友人がいればよかったのに。ただ中には彼の浪費癖のせいで友人を失うこともあったぞ。むしろそっちの方が多いと思うんですが。例えばマルクスと同じ社会主義者だったフェルディナンド・ラッサールは、最初はマルクスを支援していたが、後に関係が悪化して疎遠になってしまった。なんで疎遠になっちゃったの?社会主義というものに対する考え方の食い違いが大きかったな。あとラッサールは株式投機で財を成していたんだが、ある時投機に失敗して支援どころじゃなくなったのも要因だ。バンドの音楽性の不一致みたいね。でも普通に考えて共感と金銭的余裕がなければ支援なんてできないわよね。こんな感じでマルクスは友人から支援金をもらって働かず、ひたすら施策にふけるという、ほぼニート同然の生活を送るわけだ。でもこんな男でも結婚はするぞ。そんな状態で結婚するとは、相手はどんな人なの?お相手はユニー・フォン・バストファーレンという貴族の女性だった。彼女との間には6人の子供も受けているぞ。まさかの貴族。そしてビッグダディ並みの家庭を築くなんて、結婚を機に、マルクスは一家の大黒柱になって働き始めるかと思いきや、彼のニート生活は一向に変わらなかったんだ。そのくせ浪費癖は治らないから、家族はなかなかに大変な思いをしたと思うぞ。何が良くて奥さん結婚したんだろう。ちなみに聞くのが怖いんだけど、どんな暮らしぶりだったの?まず第一に、マルクス一家はまともな食事にありつけなかった。着るものはほとんど質屋に入れてしまったので、寒さを紛らわせるときはベッドに潜り込んでいたようだ。そして借金取りや親が集金に来ると、マルクスの娘たちが近所の子供のふりをして、マルクスさんは不在です、と答えて追い返すのが習慣になっていたんだって。絵に描いたような貧乏生活。娘、気の毒すぎるわ。ニートでいるなら、せめて独身者であれよ、マルクス。あとお金の使い道の優先順位がバグっていたんだ。冬の寒い時期に暖房なしで過ごす羽目になりつつも、子供たちには音楽のレッスンを受けさせていたとか。逆、死んじゃうから、
一応、これは極貧の中でも娘に中流階級として、ふさわしい教養をつけさせたいというマルクスなりの思いによるものらしいぞ。気持ちは立派だけど優先順位がバグってる。まずは生活を安定させなさいよね。衣食足りて礼節を知る、っていうじゃない。おっしゃる通りで。とはいえマルクスは非常に家庭的な人間でな。どんなに貧しい時も奥さんの服だけはお金を使い、子供たちと接する時も優しかったので、実は家族にはものすごく愛されていたんだ。意外すぎる。浪費家ってもっと人格破綻してると思ったのに、貧しいけれど愛のある家庭。あれ？これってビッグダディじゃない？マルクスは19世紀のビッグダディだったのね。ビッグダディの方が稼いでるんじゃないか？ビッグダディから稼ぐ力を取り除いたのがマルクスだ。ビッグダディ引く稼ぐ力イコールマルクス。まあ、マルクス家が幸せだったのならガイアがとやかく言うことじゃないわね。マルクス家は基本的に必要最低限の日々を送りつつ、エンゲルスからの支援金や親族の遺産相続があると、たまに生活が楽になる。こんな感じだったようだ。エンゲルスがいなかったら、とっくにのたれ死んでたんじゃない？そうかもしれないな。ただ長年の不健康生活がたたったせいか、マルクスは後に肝臓肥大という深刻な病にかかってしまうんだ。それで彼は妻のユニーと当時目的でヨーロッパを放浪することに。大変ね、マルクス。放浪中に悪化しなければいいけど。ああ、これによって病気は多少改善されたようなんだ。だが、ここから怒涛の不幸がマルクスを襲うんだ。やっと体調が良くなったのに、何があったの？妻のユニーに先立たれてしまうんだ。え、自分が回復したと思ったら奥さんが亡くなっちゃうなんて。そしてユニーが亡くなった2年後に、今度は長女が38歳の若さで病死してしまう。最愛の家族が立て続けに亡くなったことが彼の生きる気力を奪い尽くしたんだ。マルクス、辛すぎる。その結果、長女が亡くなった2ヶ月後に64歳でその生涯を終えた。マルクスにとって、それだけ家族の存在は大きかったのね。そしてマルクスの死後、エンゲルスは彼の意向を整理して、代表作である資本論を完成させるという大役に人生を注ぐことになるんだ。マルクスの死後も彼の面倒を見てくれるなんて、なんていいやつなの、エンゲルス。マルクスの文字はまるで象形文字のようで、独特な訳字も多用されていたらしく解読作業は困難を極めたらしいぞ。おまけに彼の残した資料はどれもメモ書きのような断片的な情報ばかりで、これを一冊の本にまとめるのは至難の業だったようだ。これは本当に字ですか？ただ、エンゲルスの人生をかけた偉業のおかげで、マルクスの著作は後世の人々にまで、深く影響を与える思想書として歴史に残ったんだ。マルクスはなんだかんだで人に恵まれた人生だったわね。歴史的な浪費家の3人目はジョージ・ゴードン・バイロンだ。彼は浪費家から英雄になった男として知られているぞ。何回偉業を成し遂げたの？彼は第6代バイロン男爵とも呼ばれている。つまり、彼は貴族の生まれだったんだ。バイロンも裕福な家庭の子供が浪費家になるパターン。全員じゃない。彼の浪費家人生は、名門ケンブリッジ大学への進学をきっかけにスタートする。この時、彼は学費として年間500ポンド、日本円にして1000万円以上を受け取ったわけだけど。いや、まずそんなに学費いらないでしょ。なんと、酒や女遊びで使い果たしてしまった。華々しい浪費家人生の幕開けね。大学には最初の1学期しか出席せず、あとはひたすら放蕩の限りを尽くしたんだ。親が知ったら泣くわよ。その後、彼はフラッとヨーロッパ大陸旅行に出かける。そしてその旅行から着想を得たシューチャイルド・ハロルドの巡礼を出したところ、これがベストセラーとなるんだ。あら、サガンみたいなパターン。それにしても放蕩と放浪がプラスに働くこともあるのね。こうして再び多額の収入を得たバイロン。今度はそのお金をどうしたかというと。お願い。今度こそまともなお金の使い方をしてちょうだい。またしても収入を酒と女遊びに溶かしてしまいました。懲りないわね。あればあるだけ浪費してしまうので、彼の財布事情は常にピンチだった。でも、もともとは貴族じゃない。定期的にお金をもらったりしてたんじゃないの？いや、彼は家を離れて暮らしていたこともあって、その時実家からの資金援助は得られていなかったんだ。母、親は大学時代の放蕩ぶりを見て懲りたのね。バイロンは生きるためにも次々に作品を書き続けるしかなかった。詩集以外にも、トルコやギリシャを舞台にしたイスラム風の物語なんてのも書いていたようだぜ。才能だけは立派。しかし、それで得た収入は再び酒と女に消えていくのだった。この頃から借金がどんどん膨れ上がっていく。これはもはやくせね。一生な女んじゃないかしら。だがそんな彼にも転機が訪れる。数多くの女性との逢瀬を重ねた末に、アナベラ・ミルバンクという女性と結婚するんだ。なんだかんだ結婚するのがすごいわよね。結婚を機に生まれ変われるといいんだけど、
彼は結婚を機に、ロンドンの一等地に大邸宅を建てたんだ。さらに別荘を買ったり、旅行に行ったり、社交界にお金を使ったりと、結婚しても金遣いの荒さは全くもって変わらなかったんだな。ダメだったか。っていうかよくそんなに金あったわね。まさか借金じゃ。その通り。彼の借金はさらに膨らんでいき、しまいには債権者たちがご自慢の大邸宅に押し寄せてくるようになった。アナベルはこんな生活に耐えられなくなり、娘を連れて実家へと帰ってしまう。そしてその3ヶ月後には正式に離婚が成立。これまた絵に描いたような流れね。ちなみに二人が結婚してた期間ってどのぐらいなの？1年だな。スピード離婚、アナベルも男を見る目がないわね。こうなることは初めから予測がついてたじゃない。離婚成立後は屋敷の家財道具をすべて差し押さえられたわけだが、彼はその後も押し寄せる債権者を無視しながら気ままな生活を続けることになる。メンタル強すぎない？生粋の風来坊ね。試練か。借金取りに追われて生活苦だったはずなのに、彼は慈善活動をするのが好きだったんだ。たとえ金銭的に苦しくても慈善活動は欠かせなかったらしいぞ。慈善活動ってお金に余裕のある人がやるものなんですけどね。気持ちは立派だけど、まずは自分の火の車を消化しないと。借金を返済するために彼が真っ先にすべきことは、大邸宅の売却だった。そこで買い手を探すためにイタリアへ向かうわけだが、普通に行けばいいのにわざわざ1000万円かけて大型馬車を調達するという浪費をやってのける。どうすればそんな発想が生まれるのか。浪費の神様ね。イタリアへ到着すると、幸いにも友人が破格の値段で買い取ってくれることになったんだ。バイロンってなんだかんだで恵まれてるわね。本当に困った時でも意外となんとかなってるっていう。ちなみに破格の値段っておいくら万円だったの？ざっと20億円かな。破格、なの？このおかげで彼は借金を返済し終えることができて、経済的な不安から解放されたんだ。めでたしめでたし。もう浪費すんじゃないわよ。バイロンはベネチアに立ち寄ると、今度もまた高額な家賃を払って大邸宅に住み始める。行ったそばからこれかい。ベネチアの大邸宅には多くの売春婦をはべらせ、14人の召使いを雇った。さらに彼は動物好きだったので、猫5匹に馬、犬、狼、猿、狐、クジャク、タカ、オウム、ガチョウと、多数のペットも買い出したぞ。浪費癖が悪化してる。この男に20億なんて渡しちゃダメね。ベネチアに滞在して数年が経ったある日、バイロンは再び大金を手にする。本当ラッキーボーイね。今度は何？印税？いや、今度は親の遺産が転がり込んできたんだ。その額なんと5000万円。悪戦身につかずまた酒と女に使っちゃうんじゃないの？それがこの遺産は別のことに使ったんだ。それはギリシャへの支援。当時ギリシャは、オスマントルコ帝国から独立するための戦争をしていたんだ。そこで彼は資材を丸々ギリシャの軍資金に投じることにしたのさ。へえ、バイロンって慈善活動にも熱心だったわね。これも慈善活動の延長だったのかも。彼は軍資金の催促が来るたびに援助していたそうだぜ。残念ながら戦争中に病気で亡くなってしまうんだけど、死の直前まで援助していたそうだ。急な成人。ある意味この資金援助は、彼が浪費家だったからこそできたものだったのかもしれないわね。そうなんだよな。そう考えると、彼が浪費家だったことは意味があったのかもしれない。そしてこの功績のため、彼はギリシャと母国イギリスでは英雄として称えられているんだ。また、彼の作品はヨーロッパ諸国の文学に深い影響を与え、ここ日本でも最も有名なイギリスの詩人として知られているぞ。バイロンの人生って放蕩三昧でどうしようもなかったけど、それも含めてなかなか真似できない生き方よね。考えや行動が振り切っていたからこそ、こうして後世へ影響を残しているのかもしれないわね。そうかもしれないな。さて、今日の解説はここまでだ。どうだった？一口に浪費家といっても三者三様の人生だったわ。ただ、彼らには共通点もあったわね。ほう、霊夢はどんな共通点を見つけたんだ？生まれが裕福ってことよ。私も遺産が欲しい。確かにな。小さい頃から何不自由なく暮らすことができると、お金に執着しなくなるんだろうね。その結果、後先考えずにパーッと使ったり、欲しいものを手当たり次第買ったりして借金生活に突入するのよね。一度その生活が染みつくと、なかなか抜けられないだろうしな。それと本当に周りの人間の影響って大事だと思ったわ。サガンは異様に利用されちゃってたけど、マルクスやバイロンは友人に恵まれていた気がするし。そうだな。その点、私にはマリサがついているから安心だわ。じゃあまずはこの流しそうめん機を返品しよう。一回しか使わない流しそうめん機の先には、バイロンが浪費家への道で手ぐすねしているのが見えるぞ。やはり流さない方にすべきだったか。そういうことじゃないって。ていうか流さない方ってなんだよ。闇の歴史ツアー。
マリサ、このチャンネルでは世界各国の悪女を紹介してきたじゃない？ああ、中国、朝鮮王朝、ヨーロッパ、そして我らが日本の悪女なんかを紹介してきたな。じゃあさ、地域ごとの制限を取り除いた上で、史上最強の悪女って言ったら誰になるの？お、霊夢にしてはなかなかいい質問だな。霊夢にしてはは余計です。史上最強の悪女か、そうだな。今までに紹介してきた女性の中に、史上最強はいる？いや、地球上で最も恐るべき悪女は他にいるぜ。え？今まで紹介してきた人たちよりも、もっとヤバい女性がいるっていうの？そういうことだな。ちょ、それならもっと早く教えてよ。その悪女って一体誰？ジンガ女王だ。誰？17世紀頃、アフリカの小国ンドンゴを治めた女王だ。ンドンゴは、地理的に言うと今の北アンゴラにあたる地域だぜ。その小国の女王が、一体どんなことをすれば史上最強の悪女だなんて呼ばれることになるのよ？じゃあ今回は、歴史上最も残酷な悪女と評されるジンガ女王について解説するぜ。それでは、ゆっくりしていってね。ジンガ女王の評価は真っ二つに分かれているんだ。一つは、人肉を好む殺戮者。そしてもう一つがアンゴラの英雄だ。待って、いきなり極端なパワーワードについていけないわ。人肉？殺戮者にして英雄？日本で言うと織田信長みたいな人物だったのかしら。彼女のやったことを知ると、織田信長なんてまだ可愛らしいものに思えるだろうな。そのくらい彼女の性癖はヤバかったんだ。だがそれと同時に、ドンゴの植民地化を防いで独立を果たすという、女王としての職務も全うした人物だからこそ、現地のアンゴラでは今でも英雄として崇められているんだ。なるほどね。彼女自身の激ヤバな性癖による犠牲者はたくさんいたけど、国家元首としては優秀だったってことね。そういうことだ。ただ英雄であるがゆえに、事実が盛られて伝わってる部分もあるとは思うけどな。話にいろいろおひれがついてる可能性があるってこと？ジンガ女王を悪女として描写したのは、まさにンドンゴを植民地支配しようとしたポルトガルなんだ。植民地支配に失敗したポルトガルが、目の上のタンコブだった彼女をあえて悪女として記録した側面はあるかもしれない。ただ火のないところに煙は立たぬという言葉の通り、ポルトガルの記録が全くのデタラメというわけでもないと思うんだよな。ということは、彼女が人肉を好んで殺戮をしたというのも、事実の一側面ではあるということね。そう聞くとが前、ジンガ女王に興味が湧いてきたわ。ジンガ女王の所業を早速教えてちょうだい。まあそう慌てるな。それについては後で詳しく解説するから。まずはジンガ女王の生い立ちについて解説していくぜ。1583年、ポルトガルの侵略危機が迫る中、アフリカの小国ンドンゴの王族に一人の女の子が生まれた。父親は、後にンドンゴの王となる男キルアンジ、母親は彼の側室の一人ケンゲラだった。うん、が多いわね。その女の子は、へその緒が首に絡みついた状態で生まれたんだって。あら、危なかったじゃない。ああ、でも当時の伝承では、へその緒が首に絡みついた状態で生まれた子供は、誇り高い人間に育つと言われていたんだ。そこで彼女には現地語であるムブンブ語で、絡みつくを表すんジンガという名が与えられたのさ。ここに起点のインフレがやばいわね。ジンガにはムバンディという兄がいたんだが、ジンガが生まれると父はジンガばかりを可愛がったそうな。やっぱ女の子の方が可愛いもんね。それもあると思うんだが、単純に妹のジンガの方が兄のムバンディよりも優れていたんだな。ムバンディは気が小さく弱虫のくせに傲慢で、王の器にはないと判断されたんだろう。ムバンディ、スネ夫みたいなやつだったのかしらね。そこで父キルアンジは、ジンガに多大な期待を寄せて様々な教育を施した。兄と同じく狩りの仕方やヨーロッパ式の戦争術を教えたり、戦争捕虜のポルトガル人宣教師からポルトガル語を学ばせたりな。するとジンガは持ち前の優秀さを発揮して、あらゆることを貪欲に吸収していった。これはムバンディの達成がないわ。だがジンガは優秀である一方、気性が激しかったんだ。ムバンディが彼女のネックレスを盗んだ時には、ドンゴの国民の前で彼が泣き叫ぶまで叩きのめしたんだ。うわ、ここに来てジンガのヤバさの片鱗がちらりと現れたわね。国民の前でそんなことしちゃって大丈夫だったのかしら。いや、大丈夫じゃなかった。でさねえ、当人ドンゴでは女性が王になる習慣がなかったため、父が亡くなると彼の意に反してムバンディが国王の座につくことになるんだ。これで両者の立場が一気に逆転してしまった。コヤンジンガにとって受難の日々が始まりそうね。想像するだけで怖くなってきたわ。ムバンディは当然ジンガに辛く当たったんだけど、そのあたりぶりはなかなかに凄まじくてな。まずはジンガの息子を殺害してしまった。うわぁ、ジンガにとって一番嫌がることをしてきたわけね。
そのぐらい根が深かったってことか。さらにポルトガルが攻めてきた時に戦略上の忠告をしたんじんがに腹を立て、焼けた鉄の棒を局部に突っ込み、子供を産めない体にしたんだって。ひぃ、残酷。王になったらやりたい放題か。ちなみにムバンディはどんな忠告をされたの？銃を所有する相手に槍で突撃しても犬死にするだけですよ。とごく真っ当な忠告をしたそうだ。げげ、ムバンディったらそんな無謀な戦略でポルトガルに挑もうとしてたの？バカすぎるでしょ。やっぱムバンディは王の器じゃなかったわね。ジンガはそんな無能な兄の横暴に耐え、命令にも忠実に従い続けたそうだ。けなげ、本当ならすぐにでも、ムバンディを王位から引きずり下ろしたかったでしょうに。とはいえ、やはり国王が無能だと戦争で勝つことは難しい。結局ンドン語はポルトガルに敗戦してしまうんだ。植民地か待ったなしね。そこで1622年、ジンガは兄から敗戦処理を頼まれ、外交官としてポルトガルの総督とは平行賞をすることになる。めんどくさいことは妹に押し付けるのね、ムバンディ。ジンガが交渉の席に着くと、ポルトガルの総督はあからさまに横柄な態度をとってきた。人種差別むき出しマンだったのね。椅子に座った総督は、ジンガに床に敷いた敷物に座るよう命令してきたんだ。文字通りにジンガを見下してたわけね、なめんなす。だが、ジンガはこんな侮辱に甘んじる女性ではなかった。彼女は召使いをひざまずかせると、その背中に座り、和平交渉を開始したんだ。おお、両者の間に火花が散っているのが見えるわ。ポルトガルの総督は彼女の気迫に飲まれ、ドン語の人々の主権と独立を認める平和条約を締結することに成功。やっぱんジンガは有能。ムバンディが交渉してたら、きっとこうはなってなかったでしょうね。その意味では交渉役をジンガに任せた点は評価してもいいわ。急な上から目線だな。この時、ジンガは交渉を有利に進めるためにキリスト教に改宗したり、総督の妻からアンナというクリスチャンネームももらっている。なるほど、ポルトガルから好意を持ってもらうためね。ああ、ちなみに交渉の終わりには二度と同じ椅子には座らないと言って、椅子代わりにした召使いをその場で殺害。これを見た総督らポルトガル人は恐怖で震え上がったらしいぞ。急にマットな部分出してきたわね、ジンガ。彼女、すごく優秀なんだけど、時々悪女の顔が垣間見えるのがうっすら怖いわ。交渉によって自国の独立を勝ち取ったんジンガが次に目指したのは、王位奪還だ。そして彼女は和平交渉から2年が経った1624年、国王のムバンディを毒殺した。ジンガはこのタイミングでムバンディに復讐したのね。これでジンガは国王になれたの？この国って女王を認めてないんだったわよね。お、よく覚えてたな。ドン語では女王を認めていなかったので、ジンガはムバンディの息子を王位につかせて、自分は摂政となったんだ。摂政って言葉、久しぶりに聞いたわ。平安時代の藤原氏みたいなこと？まさしくその通り、幼い子供が国の運営なんてできるわけがないから、その子供に代わってジンガが政治の実権を握ったのさ。なんか中国の三大悪女でもそんな話があった気がするわ。じゃあ実質的には、ジンガが国王みたいになったってこと？目的達成じゃない。いや、この状態ではまだ道半ばという感じかな。ムバンディの息子も父親に似て無能で傲慢だったので、ジンガは彼も殺害してしまった。結局殺すんかい。これによって男系王族がいなくなり、名実ともにジンガガンドン語の女王として君臨したというわけだ。ちなみにこの時、ジンガは42歳だった。男性がいなくなったから女性が王位につくという流れなのね。しかしこれ全部ジンガの策略だったとは、なんて恐ろしい子。女王の座についたんジンガは、持ち前の優秀さを発揮して、ドン語を統治し始めるんだが、このあたりから彼女の内に秘めた狂気性が一気に露出することとなる。権力の座についちゃった彼女を止められる人間はいないものね。ではここから、いよいよ、ジンガ女王の狂気に満ちたエピソードを紹介していくぞ。急に動画の雰囲気が、かまいたちの夜みたいになったわ。怖いんですけど、ジンガは女王になってから、自国内にある村を視察に訪れていた。するとその視察先の村で、農民がちょっとした粗相をしたんだ。死亡フラグが立ったことをお知らせします。それにブチギレたんジンガ女王は、その農民のみならず、600人の村人全員を捕らえて、牢屋にぶち込んだんだ。いや、極端すぎるでしょ。数日後には600人全員の処刑が決まる。連帯責任重すぎー。多分その農民、霊夢みたいなやつだったんだろうな。ちょっとそれってどういう意味よ。600人の処刑が決まったんだけど、その処刑方法がなかなかにあれだったんだ。もしかい、どんな処刑方法だったの？村人全員を裸にして、巨大な石でできた粉引き器の中に一人ずつ落とし、
生きたまますりつぶすという世にもおぞましい処刑方法だったんだ。いや、猟奇的すぎるでしょ。やばい方向にクリエイティブ発揮してんじゃないわよ。この処刑を行った際には辺りに凄まじい悲鳴が響き渡り、村人が粉々になるまで半日かかったそうな。いやー、神座の秘められたヤバみが一気に解放されすぎよ。さらに、神座はすりつぶした村人の人肉を食べ、血は若返りの薬として吸ったという。女版レクターじゃん、怖。ちなみに神座の好物は子供の柔らかい肉で、2日で130人もの子供を食べたこともあるとかないとか。さすがに130人は話盛りすぎでしょ。どんな食欲だってのよ。ってそれどころじゃない猟奇さだけども。まあさすがに130人は盛りすぎだとは思うけど、そんな逸話が残ってるってことはそれに近しいエピソードがあったということだ。続いて神座女王の猟奇的エピソードその2。え、まだあんの？さっきのだけで十分すぎるほど強烈だったわよ。神座女王は、いつしか、男性の体から流れ出る血を見ると性的興奮を覚えるという、特殊性癖を持つようになったんだ。そこで彼女は国内から美形でたくましい男たちを集めてハーレムを作った。ハーレムを作るのはまだいいとして、またろくでもないことしそうな予感。そこで彼女は、男たちに殺し合いをさせたんだ。なんちゅう悪趣味なことを。男たちが傷つき、流血する様を見ているうちに女王は興奮していき、その高まりを抑えきることができなくなったら、生き残った男を自分の部屋に連れ込み、性行為に至ったという。ボロボロの状態なのに、そこから女王の相手をしなきゃいけないの？神道。その性行為もそれはそれはおぞましいもので、女王は両腕を男の首に巻きつけると、相手の体のあらゆる部位に噛みついた。それとともに鋭い爪が皮膚をズタズタに切り裂き、時には肉を深くえぐったんだって。死ぬ、死ぬ。女王の相手をする男は体という体から血を吹き出し、床には大きな血だまりができた。それが彼女の性的興奮をさらにかきたて、夜の営みは激しさを増したそうだ。これは、殺し合いで生き残った意味あったのかしら。当然、男は女王の猟奇的な要求に全て答えきらないといけない。もしも女王を満足させられなかったり、飽きられてしまったりしたら、即座に首をはねられるからね。男は召集された時点で死亡フラグが立ってたのね。本人たちも女王に呼び出されて、まさか死ぬことになるとは思ってなかったんじゃないかしら。運が良ければ解放されることもあったようだが、ほぼほぼ血みどろの営みが終われば用済みとして殺されたようだ。合唱。なお、殺された男たちは、神座女王のディナーとなったようだぜ。これって供養になるの？ってそれどころじゃないわね。なんか感覚がバグってきたわ。神座女王の男絡みのエピソードはもう一つあって、まだあんのかい。投獄されていた男の囚人たちを集めて、恩赦をかけて殺し合いをさせたんだ。また殺し合いさせてる。女王の恩赦に預かれば、過去の罪が洗い流され一からやり直せる。だからこそ、囚人たちは命がけで殺し合いをしたわけだ。そしてついに一人の男が勝ち残り、女王の前に謁見が許されると。なんかまた嫌な予感がするわね。女王は恩赦を与えるどころか、生き絶えるまで鞭で打ったり、刃物で皮膚を切り裂いたりしたらしい。相手が犯罪者だからって容赦ないわね。結局殺すんかい。こんな感じで彼女は、ポルトガルの侵略から自国を守るという偉業を成し遂げながらも、裏では彼女個人の性癖を満たすために数多くの人間を犠牲にしていった。だから殺戮者にして英雄なのね。納得よ。そんなん神座女王は、1640年に男になることを宣言する。え？どういうこと？これは推測に過ぎないんだけど、彼女は今で言うところのトランスジェンダーだった可能性があるんだ。なるほどね。体は女性だったけど、心は男性だったかもしれない、ってわけね。当時はトランスジェンダーなんて言葉も概念もないから真相は闇の中だけどな。あくまでもその可能性があったってだけ。それで神座女王はそれからどうしたの？あ、もう女王じゃなく天神が王か。5、60人近くの男性の愛人を囲うと、彼らに女装をさせたそうだ。またなんというマニアックなことを。しかも女性じゃなくて男性を女装させたのね。ややこし。女装した愛人たちはコンキュバインと呼ばれ、身の回りのお世話係である侍女たちと共に暮らすことを命じられたんだ。だが万が一、侍女と関係を持ったら処刑されることになる。調子に乗るなってことね。ちなみにコンキュバインってどういう意味？性奴隷。性奴隷って色芸以外にも本当にいたのね。コンキュバインとして囲われた男たちは、ことが済んだら案の定というか殺されていたようだ。文字通り使い捨てしてたわけね。奴隷の命って儚い。これだけだと、神座がただのヤバいやつに見えるかもしれないので、最後に功績も紹介しておくぞ。もう十分ヤバいやつということはわかったわ。でも国王としては優秀だったのよね。ポルトガルの侵攻を退け、
一度は平和条約を締結することに成功したアンジンガだったけど、ポルトガルはやはり植民地化の夢を諦めきれなかったらしく、再び敵対することとなるんだ。平和条約には何の効力もないってこと、歴史を見てるとよくわかるわね。そこで周辺国のコンゴ王国やドンゴ王国と連携して、ポルトガルの侵略に対抗していくこととなる。その甲斐あって、ジンガはポルトガルを海の彼方に追いやることに成功するんだ。さすが国王としての働きぶりは申し分ないわね。その後、ポルトガルは軍備を整えて、再びアフリカの地に攻め込んできたんだが、ジンガの存命中はポルトガルの侵攻を許さなかった。だが、ジンガが1663年に寿命で亡くなってしまった。そうするとポルトガルはアンドンゴを完全に征服し、以後300年間、奴隷供給の植民地として支配することとなる。せっかくジンガが抵抗に尽力したのに、彼が亡くなると結局植民地にされてしまったのね。それも300年も。そのため、ジンガは国土を守り抜いた英雄として、アンゴラの民衆に今もなお慕われているのさ。猟奇的な彼女ならぬ、猟奇的な英雄だったわけね、ジンガは。さて、今日の解説はここまで、どうだった？ジンガが多くの国民にとって英雄なのは理解できるんだけど、裏の顔がヤバすぎてちょっと引いたわ。ハーレムの男性たちがほぼ核で殺されるってのが、なかなかにぶっ飛んでるよな。その事実を知った時の男性たちの恐怖たるや、想像するだけでこっちまで青ざめてくるわね。さすが史上最強の悪女と言われてるだけあるだろ。そんな人物が実在したってのがね、フィクションであって欲しかったわ。ただ彼女がいなければアンドンゴの人々は、もっと早くに奴隷として過酷な人生を送ることを余儀なくされていたわけだ。その功績を考えると、一概に断罪できないのも事実。人間には二面性があるってことをよくよく突きつけられた内容だったわね。ちょっと極端すぎたけど、表の顔が良ければいいほど、裏の顔があらわになると叩かれる昨今では、ドンゴのような人物が生きていくのは難しかったかもな。とはいえ一国の国王なんだし、裏表があったとしても意外と問題ないかもしれないわよ。なんか、それはそれで権力に屈服しているみたいで釈然としないな。確かに、難しい問題ね。闇の歴史ツアー。ゆっくり霊夢です。ゆっくり魔理沙だぜ。今回は、夫である国王イーゴリ一世を殺害した敵対部族に徹底した復讐を行ったキーウ大公妃、セイオリガを解説するぜ。キーウってことは、ウクライナと関係あるの？ああ、キーウ大公国は9世紀から13世紀半ばにかけて、東ヨーロッパから北ヨーロッパ間に存在した国家で、今のキーウに首都があったんだ。現在のベラルーシ、ロシア、ウクライナの文化的祖先と言われてるぞ。へえ、じゃあここからその三国に分かれていったのね。平たく言うとそうなるな。そしてこのキーウ大公国で当時国を治めていた、イーゴリ一世の妃であるセイオリガが、今回の動画の主人公だ。敵対部族に国王を殺されるってのもなかなかに物騒だけど、その部族に対して復讐したってのもすごい話ね。今回は血で血を洗うバイオレンスな物語が展開されるぜ。このチャンネルはバイオレンスな展開が多いけど、今回はどんな内容なのかしら。今回はなかなか壮絶だぞ。それでは早速、ゆっくりしていってね。セイオリガの夫、キーウ大公国の国王であったイーゴリ一世は、遠征先でドレブヤーネ族に殺害されてしまうんだ。そして、こともあろうにそのドレブヤーネ族の族長に求婚されるんだ。この夫の仇からの求婚にブチギレたセイオリガは、相手の誘いに乗ったと見せかけて、ドレブヤーネ族の人間を片っ端から殺戮していったのさ。そもそも夫を殺害しておいて求婚するっていう、ドレブヤーネ族のメンタリティがわからないわ。確かに、なぜ彼らがそんな選択を取ったのかは不思議なところではあるよな。でもオリガが王妃であるということを考えれば少し見えてくるものもあるんじゃないか？全然見えないわ、真っ暗闇よ。鼻から考えることを放棄するんじゃない。これは推測も入っているが、王妃と結婚して子供さえ殺害してしまえば、キーウ大公国自体を乗っ取ることができると考えたんじゃないかな。あ、なるほどね。それなら合点がいくわ。合点よ。もうその番組終わったっての。それじゃあ早速、オリガの人生を振り返っていくぞ。オリガは、プスコフという今はロシアに属する都市に生まれる。そこで彼女は幼少期を過ごすわけだが、残念なことに生年月日は分かっていない。それどころか、イーゴリ一世の死となるまでの前半生についてはまるで謎に包まれている。へえ、王妃なんだから生年月日ぐらいは明らかになっててもいいのにね。一応、原初年代記というキエフ大公国の歴史書には879年生まれと書いてあるんだが、
この歴史書に従うと、彼女が息子のスビャトスラフ一世を産んだのが65歳ということになる。んなわけないでしょ。だよな。だからこの879年生まれというのは信憑性が薄いんだ。その歴史書には、彼女がどうやってイーゴリ一世に出会ったのかとかも書いてないの？そこも明らかにされていない。それどころか、彼女が平民の出だったのか、貴族の娘だったのかすらも不明なんだ。全然わかってないじゃないの。そんなわけで、オリガが歴史に登場するのは、イーゴリ一世の日になってからのことなのさ。合点。それではここで、オリガの夫であるイーゴリ一世について解説しておこう。原書年代記によると、イーゴリ一世の治世が始まったのは913年のこと。イーゴリ一世の性格を一言で表すと、世紀末覇王。ラ王じゃないの。ああ。まるでラ王のごとく、近隣諸国を恐怖と暴力で支配しようとした男、それがイーゴリ一世だ。このイラストからは到底想像がつかないわ。キーウ大公国自体がノルマン人やゲルマン人といった、いわゆるバイキングな方々によって建てられた国なんだ。イーゴリ一世もその地をしっかりと受け継いでいて、かなり好戦的な性格だったようだぞ。激ヤバじゃない。実際、キーウ大公国の辺境に住む部族たちを荒らし回っては略奪し、その帰り道には年貢の取り立てと称して領内の人々からも強制的に徴税して資産を増やす、ということを毎年やっていたようだ。鬼ね。これは、巡回徴工、カッコポユージエ、と呼ばれていて、毎年11月になると河川に丸木船を浮かべて、各部族の集落を巡回するんだ。で、集落を訪れては泊まり込んで食物や貢ぎ物を徴収し、翌年4月に首都キーウに戻る。こんな感じでイーゴリ一世は各部族を支配していた。国王自らが年貢を取り立てに来るの？おまけに接待までさせられて、部族としてはいい迷惑ね。そうなんだよ。なのでこの後イーゴリ一世はドレブヤーネ族に殺されるわけだが、外部の人間からすれば、そりゃ殺されても文句言えないだろ、となっても仕方ない感じなんだよな。イーゴリ一世の死は、ある意味で自業自得な側面もあったのね。次にイーゴリ一世が殺害されるまでについてだ。ここまでオリガがほとんど登場してこないけど、大丈夫なの？仕方ないだろ。オリガの復讐劇を語るには、まずイーゴリ一世が殺害される必要があるんだから。まあ待ちたまえよ。なんか説明の上とはいえ、殺されなければ先に進まないなんて残酷な話の流れね。イーゴリ一世は944年2度目の東ローマ帝国かっこビザンテン帝国遠征を行っていた。当時東ローマ帝国にはギリシア火薬かっこグリークファイアと呼ばれる、当時としてはバカ強い焼夷兵器があって、圧倒的な強さを誇っていたんだ。ギリシア火薬はなんでそんなにバカ強かったの？ギリシア火薬は一言で言うと火炎放射器。ポンプ状の筒に火薬を入れて点火すると激しい炎を発するんだ。そしてこの兵器最大の特徴は、海上で使っても燃え続けること。これによって多くの敵船が滅ぼされたらしいぞ。へえ、今の時代なら科学の力でそういう消えない炎を作ることも可能だと思うけど、900年代当時によくそんな兵器を開発できたわね。ギリシア火薬の製造工程は固い機密保持で守られていたため、今でも何を配合して火薬を作っていたのかは明らかになっていないんだぜ。へえ、まさに失われた技術ね。イーゴリ一世は当然、ギリシア火薬の餌食となり遠征は中止、撤退することとなる。ドンマイ、イーゴリ。略して、ドンゴリ。戦いに敗れて怒り心頭のイーゴリ一世は、その帰り道にドレブヤーネ族の集落、イスコロステニに立ち寄る。負け戦の悔しさをドレブヤーネ族にぶつける気だったのね。実はこのドレブヤーネ族、前年である943年から年貢の納付を拒否していたんだ。そこでイーゴリ一世は彼らの元を訪れ、通常の2倍の取り立てを行ったのさ。容赦ないわね、イーゴリ一世。それだけに終わらず、イーゴリ一世は一通りの取り立てが終わった後も、さらに年貢を取り立ててやろうと思い立ち、少数の護衛を引き連れてイスコロステニに戻ってきたんだ。強欲な壺が発動しているじゃない。この時、ドレブヤーネ族のウサ、マルは、もし彼を殺さねば、我らはことごとく滅ぼされるだろう、と考えた。その後イーゴリ一世の元に兵士を送り込み、護衛を殺害しイーゴリ一世を捕縛したんだ。そしてなんと、彼を2本のカバの木の間に縛り付け、真っ二つに引き裂いたという。ひぃ、ドレブヤーネ族の怒りが伝わってくるわね。正直なところ、イーゴリ一世には1ミリも同情できないわ。そんなわけで、夫の帰りを待つオリガの元には、帰路の途中で殺害された、という突然の訃報が届く。ようやくオリガ出てきた、彼女もこの知らせにびっくりしたでしょうね。国王が死んだら嫡男が王位を継ぐ習わしではあるものの、オリガの息子スビャトスラフ一世は当時まだ3歳だ。
当然、政治などできるわけがないため、オリガが摂政となってキーウ大公国を統治することになる。あ、イーゴリ一世の代わりにオリガが国を治めることになったのね。ああ。そんな折、未亡人となったオリガのもとに、夫を殺害したドレブヤーネ族の使節団が20名ほど訪れる。これって、冒頭でマリサが言ってた求婚ってやつ？その通りだ。使節団はイーゴリ一世の殺害を認めた上で、イーゴリ一世は、殺されるべくして殺されたのだ。と自分たちの行為の正当性を主張。さらに、今後友好的な関係を築くためにもオリガと族長マルの結婚を提案する。狂ってるわ。ドレブヤーネ族の提案があまりにも馬鹿げているのは誰の目にも明白だが、オリガはこの程度のことでブチギレるような人間ではなかった。彼女はこの提案を、前向きに検討いたします、と受け入れ、彼らを一度集落に戻るよう促したんだ。あ、一度受け入れたんだ。でもどうして？その理由はこれから明らかになるぞ。なんだか予感がしてきたわ。そして明くる日、オリガの気持ちを確かめるために再び使節団がやってきた。この時、使節団は木製の船を担いで持ってきたという。なんで陸地なのに船を担いできたの？バイキングの名残で、船を神輿に見立てて人を乗せて祝う風習がこの地にはあったんだ。確かにバイキングの人たちにとって船は大切なものだから、祭りごとでも使われていたのね。ちなみに船を持ってくるように指示したのは当のオリガだ。つまりこれは、オリガとマルの結婚がほぼ確定であることを意味していた。当然、使節団は喜び勇んで船を担いでくるわよね。オリガの色良い返事を聞くため、使節団は船を担いだまま彼女の元へと向かった。するとその時、使節団の足元はもろくも崩れ去り、船ごと大穴の底へと落ちてしまったんだ。オリガ、使節団を返した後に大穴を掘っていたのね。ああ。オリガは使節団が全員大穴に落ちたのを見届けると、護衛の者たちにこう命じた。埋めろ。ひぃ。こうして20名の使節団は、生き埋めの刑に処されたんだ。オリガが使節団に前向きな返事をして一度帰らせたのは、穴を掘るための時間稼ぎだったのね。そういうことだ。しかしこの復讐は、あくまでも彼女にとって序章に過ぎなかったぜ。使節団が帰らないことをいぶかしがられる前に、オリガはマルにこんな手紙を送ったんだ。私を嫁にしたいのなら、デレブヤーネ族の中でも位の高い人間をよこしてください。そうすれば結婚式の打ち合わせをしましょう。おお、これがオリガが仕掛けた第二のトラップなのね。この手紙をもらい、完全にオリガと結婚できるものと思い込んだ族長のマルは、有力な貴族をオリガの元へと向かわせた。オリガは貴族たちを心よく迎え入れると、わざわざ遠いところからやってきてお疲れでしょう。お風呂を沸かしてありますので、まずはそちらで旅の疲れを癒されてはいかが？と入浴を勧める。貴族たちはオリガの、お、も、て、な、し、に深く感動し、浴室のある建物に入ると、ごくり、その背後で、扉が固く閉ざされた音がした。オリガは、貴族を一人残らず建物内に閉じ込めたことを確認すると、護衛の者たちにこう命じた。火を放て。キャー。こうしてドレブヤーネ族の貴族たちは、焼き殺されてしまった。どんどんバイオレンスになっていくわね。オリガの猛追はとどまるところを知らない。使節団に続き、貴族までもが殺害されたことを知らぬ族長のマルに対し、今度はこんな手紙を送ったんだ。あなたとの結婚が待ちきれないので、今そちらに向かっています。結婚式を開く前に全部の墓前で葬儀を行い、共に弔いの宴会を開いてはいただけませんか？嫌な予感しかしないわね。この手紙を受け取るや否や、マルはドレブヤーネ族の兵士5000名を連れてオリガを迎えに行く。そこで二人は合流すると、イーゴリ一世の墓参りをしたんだ。オリガったら今度は何を企んでるのかしら。葬儀が終わると今度は弔いの宴会だ。この時オリガは、マルを筆頭にドレブヤーネ族の兵士たちに蜂蜜酒、カッコミードを注いで回った。気を良くして見事に蜂蜜酒を飲み干した彼らは気づいていなかった。同じく史跡を囲んだキーウ大公国側の人間が、誰一人として酒に口をつけていなかったことを。ドレブヤーネ族、脇が甘すぎるって、ずっとオリガのターンじゃないの。数時間後、マルをはじめ、ドレブヤーネ族の人間が、一人残らず寝息を立てているのを確認すると、オリガは護衛の者たちにこう命じた。やれ。ああ。こうして酔いつぶれた5000人のドレブヤーネ族兵士は、族長のマルを含め全員その場で惨殺されたという。族長を殺害したってことは、これでオリガの復讐劇も幕引きかしら？いや、イスコロステニにはまだドレブヤーネ族の生き残りがいる。そこでオリガは一度城に戻ると、今度は大軍を引き連れてイスコロステニへと向かったんだ。部族を根絶させるつもりなのね。オリガ、恐ろしい子。すでに族長以下5000人の兵士を失い、すっかり弱体化したドレブヤーネ族だったものの、
バイキングの血が服従を拒んだのか必死に抵抗した。その結果、この紛争は1年以上も続くこととなる。ドレブラーネ族も粘るわね。このままでは拉致が開かないと思ったオリガは、ドレブラーネ族の代表団にこんな提案をする。包囲を解いて欲しければ、各家の鳩とスズメを3は差し出しなさい。この提案ばかりはさっぱり意味がわからないわ。でもきっとオリガのことだから、恐ろしく残酷なことを考えてるに違いない。かくしてオリガの元には、各家からかき集められた鳩とスズメが集結。大量の鳩とスズメを目にしたオリガは、兵士にこんな命令をした。一羽一羽、硫黄を布で祝えなさい。鳩とスズメに言おう？オリガは一体何を考えてるのかしら。兵士総出で鳩とスズメに硫黄を言い終わると、いよいよ仕上げだ。布に火をつけると、鳥たちを一斉に空へと解き放った。ん？鳩とスズメは自らの帰巣本能に従って、元いた家へと戻っていく。布についた火が時間差で硫黄に移ると、硫黄は青い炎を上げて集落を襲った。ドレブラーネ族の人々が空から迫り来る炎に驚いているうちに、気づけば集落は猛火に包まれていた。人々が命からがら門へと押し寄せ、キーウ大公国軍に命乞いをすると、オリガは兵士にこう命じた。捕らえよ。もう言葉が出ないわ。こうして捕らえられたドレブラーネ族の生き残りは二足三門で奴隷として売り飛ばされ、彼らの血筋はここで途絶えることとなったのさ。夫を殺された怒りが、一部族の殲滅につながるとは、オリガ、恐るべし。こうしてオリガは復讐を遂げたわけだが、その一方で、イーゴリ一世のやっていた行いにも問題があることを理解していた。そこで彼女は税制を改革し、巡回長公による無茶な貢ぎ物の要求を廃止した。直轄の愚税所、カッコポゴストを設置して、オリガが任命した徴税人を配置する形で、各部族に自治を任せることで彼らの不満を解消したんだ。やっぱ諸悪の根源はイーゴリ一世にあったわよね。また、オリガは異なる部族をまとめ上げるには、何らかの共通した価値観が必要だと考えた。確かに、価値観を共有できると共同体って感じが出るわよね。そこで彼女は、キリスト教を導入することにしたんだ。言い伝えによると、オリガは945年か957年に、東ローマ帝国の首都コンスタンティノポリス、今のイスタンブールで、洗礼の儀式を受け、キリスト教に改宗したようだ。異なる部族をまとめ上げるためにキリスト教を導入するとはね。時の東ローマ帝国皇帝コンスタンティノス7世は、自著、儀式の書の中にオリガを歓迎する儀式を行ったことを記録に残しているぞ。元夫は東ローマ帝国に喧嘩を売ってたのに、そこは許してくれたのね。ただ、残念なことにキーウ大公国にキリスト教は根付かなかった。あらま、バイキングの血を受け継ぐ人々にとって、キリスト教はあまりにも食い合わせが悪かったんだな。オリガは息子のスベトスラフ一世にも洗礼を勧めたが、拒否した。各部族も似たような反応を示したようで、プラハのアダルベルト、という司教を招いたものの、異教徒によって追放されたと当時の年代記に記載されている。同様の事件は各地で起こっていたようだ。キリスト教、全然受け入れられてないじゃないの。ちなみに息子のスベトスラフ一世は父のイーゴリ一世の血をしっかりと引き継いでおり、国政よりも戦争に明け暮れる男だった。そのため、息子が国王になっても国内にはいないことが多かったため、オリガが代理で統治を行っていたようだ。やはり戦闘民族の血は争えなかったようね。遠征先で殺害されるという末路も父親とそっくりでな。スベトスラフ一世はペチェネグ族に襲撃されて亡くなるんだが、ペチェネグ族の族長クヤは、スベトスラフ一世の頭蓋骨に金箔を貼ってドクロ杯を作ったと言われてるぞ。敵の頭蓋骨を支配にするのって、フィクションの中でのエピソードだと思ってたけど、実際にやってた人いるのね。スベトスラフ一世が亡くなるのは972年のこと。オリガは969年に病没するので、彼女は自分の死後に息子があんな目に遭うことを知らずに亡くなったことになるな。知らなくてよかったわよ。オリガは死後、祖国にキリスト教を広めた第一人者として聖人となり、聖オリガと呼ばれるようになったんだ。さて、今日の解説はここまで。どうだった？オリガがドレブラーネ族を淡々と追い詰めていくあたりに恐怖を覚えたわ。こういう人は絶対に怒らせちゃダメね。元はといえばいさかいを巻き起こしたイーゴリ一世が悪いんだけどな。ドレブラーネ族も調子に乗って求婚とかしなきゃよかったのにね。国王を殺害したという事実が、彼らに妙な自信を与えてしまったのかもしれないよな。でも夫を殺された悲しみや怒りが、オリガを復讐の鬼に変えてしまったのかもしれないわよね。そうかもしれないな。いずれにせよ、ドレブラーネ族は絶対に踏んではいけない虎の尾を踏んでしまったわけだ。オリガにとっては復讐劇だけど、ドレブラーネ族にとっては悲劇よね。確かに。
出来事はどんな時も色々な側面から見ることが大切だよな。闇の歴史ツアー。ゆっくり霊夢です。ゆっくり魔理沙だぜ。ねえねえ、ちょっと聞いてよ。私の友達の旦那さんがすごいイケメンでお金持ちの社長なのよ。ほうほう、それでどうした？めでたい話じゃないか。私の友達も霊嬢だから、すごくお似合いのカップルって思っていたのよ。絵に描いたような素敵な夫婦だなってね。まあ、そうだよな。理想のカップルみたいなものかな。でもね、よくよく聞くと旦那さんが浮気ばかりするみたいなの。だから、本当は結婚生活に疲れ果てているということよ。ほう、イケメンにはありがちなことなのかもしれないな。もちろん、イケメン全員が浮気症とは言ってないぜ。友人夫婦は一見幸せそうに見えていたから、それを聞いてショックだったわ。なるほどな。ところで霊夢は、フアナラロカを知ってるか？フアナラロカって何？人の名前だぜ。16世紀スペインの教場フアナのことだ。どうして教場なんて名称で呼ばれているの？イケメンと結婚し、一生を通して苦しんだ女王として有名なんだぜ。そんな女王様がいたの？王族や貴族でも、狂ってしまうほど夫の浮気に悩むってことがあるのね。まあ、それはきっとあるだろうな。また、そうした立場だからこそ、より一層事態は深刻になりがちなのかもしれないぜ。教場ウフアナってどんな人物だったのかしら？すごく気になってきたわ。今回は、教場ウと呼ばれたフアナについて紹介していくぜ。それじゃあ早速、ゆっくりしていってね。ところで、女王フアナってそんなに有名なの？私、今まで知らなかったわ。教場という異名があるだけあって、その数奇な運命は注目を浴びて映画や小説になることも多い人物だ。フアナは、アルキコーにより教場と言われているぜ。え？アルキコーって？フアナは夫の死後、夫の遺体を連れて何年も彷徨い歩いたと伝えられているんだ。いくら愛し合っていたとしても、夫の遺体を持って彷徨うって、怖すぎるわ。フアナは夫の死後に埋葬を許さず、夫の遺体を棺に納め、昼間は暗い部屋でじっとしていたんだ。そして、なんと夜には、棺に入った夫を馬車に乗せては共に彷徨ったとされているぜ。すごい話ね。教場と呼ばれるのも仕方ないかもしれないわね。いくらなんでも、亡くなってしまった夫の遺体と一緒に彷徨うとは普通は思わないもの。突然の夫の死に衝撃を受け、現実を受け止められずに完全に正気を失ってしまったようだ。そうなのね。生まれつき変わった人物だったの？フアナは政治に興味が薄く、内向的な少女だったと言われているぜ。そんな少女が教場と呼ばれるまでの道のりは、実に険しいものだったんだ。フアナの生い立ちがどんなものだったのか、気になるわね。よし、次は少女時代のフアナや生い立ちを見ていくぜ。フアナは16世紀スペインの女王だったのよね？その時代のスペインってどんな状態だったの？ローマ帝国滅亡後、イスラム勢力圏となったが、キリスト教徒が領地奪還を達成したスペインは活気づいていたぞ。冒険家が海へと冒険し、新大陸を発見した時代だぜ。冒険家って言うと、あの有名なコロンブスとかかしら？お、正解だぜ。コロンブスを筆頭に多くの人物が海外に飛び出したんだ。そして、発見された金や銀によって、スペインは優勢を極めていたな。フアナが生きた時代は、スペインがかなり盛り上がっていた時なのね。ああ、フアナの母であったイザベル一世の時代は、スペインが最も輝いていた時代と言っても過言ではないんだ。そしてそのイザベル女王と夫のフェルナンド5世の次女として生まれたのがフアナだぜ。そんな楽しそうな時代に生まれたのね。ちょうどフアナが生まれた年にカスティーヤ女王であるイザベル1世の夫フェルナンド5世がアラゴン国王フェルナンド2世として即位した。つまりカスティーヤアラゴン連合王国すなわちスペイン王国が成立した年だな。すごい時代に誕生した女王だったわけね。幼少期は一体どんな少女だったの？フアナは一人で過ごすことが好きで、内気な少女だったと言われているぞ。両親ともに敬虔なキリスト教徒だったため、彼女も信心深く育ったんだ。おとなしくて真面目な性格だったということね。そうだな。読書が好きで多数の言語を使いこなすことができたとされるぜ。その一方、政治には全く関心がなかったんだ。せっかく頭がいいのに、政治に興味がないなんてなんだかもったいないわね。生まれた環境には適合しにくそうだわ。その点は、母であるイザベル一世も残念に思っていたようだな。ちなみにこちらは、フランダース出身の画家が描いたフアナの肖像画だぜ。とても落ち着いた感じの女性ね。あいにくいう雰囲気は感じないわ。
瞳には知性的な光が見えるようだよな。この絵画の時のフアナには教授の面影は見えていないぜ。きっとまだ、彼女に辛い運命が訪れる前の作品ね。でもフアナって生まれも育ちも申し分ないようにしか思えないけど、どういう経緯で教王女と呼ばれるようになってしまったの？フアナが教王女と呼ばれた理由は、やはり夫にあるんだ。さっき紹介していた夫の遺体を連れ回したって話よね。内気で聡明だったフアナがそうなるまでは、それなりの道のりがあったんだぜ。どんな道のりだったの？フアナの両親は共に多忙ではあったものの、夫婦仲は良かったと言われているんだ。だからフアナも、家族が仲良くしてお互いを大切にする意識が強かったと思われるぜ。そんな彼女の人生が狂い出すきっかけとなったのが、結婚だ。結婚相手が悪かったってこと？どんな人だったの？フアナは17歳の時、両親の政治的意向によって、ハプスブルグ家のブルゴーニュ公フィリップと結婚したぜ。出たスペハプ、なるほど、いわゆる政略結婚ね。王侯貴族は、本当に自分が好きになった相手と自由に結婚できるわけじゃないから大変よね。だけど、このフィリップは端霊王と呼ばれるほどのイケメンだったんだ。美男子のフィリップと対面するやフアナは一目で恋に落ちて、当初二人は情熱的に愛し合ったと言われているぜ。政略結婚で両思いになるなんて、とてもラッキーじゃない。大体、相手がかなり年上だったり、タイプじゃなかったりする印象があるものね。二人は、二男四女も受けるほど仲が良かったんだ。しかし、残念ながら結婚生活は順風満帆にはいかなかったぜ。二人の間に何が起きたの？最大の元凶は、夫のフィリップの浮気癖が激しかったことだな。美男で口もうまく女性にこと書くことない夫は、次第にフアナに対する興味が薄れていったんだ。ああ、ここが不幸の始まりみたいなところね。一方フアナは、真面目で信心深く夫の不貞は絶対に許せなかった。激しい嫉妬も相まって、精神が次第に蝕まれていくと、夫の心はますますフアナから離れていった。フアナの気持ちわかるわよ。夫の浮気を笑顔で許すって、なかなかできるもんじゃないわ。フアナの苦悩が見え隠れするこの頃の絵画も残っているんだ。少しうつむいた顔には、暗い影が漂っているようにも見える。そうね。何か内に秘めた苦しみをじっとこらえているように感じるわ。美男子と名高いフィリップと結婚して愛したものの、浮気癖に悩まされ、精神的に追い詰められていた頃だな。怒りと苦悩が見受けられる表情が、見てる方も辛くなってしまうわね。フアナとフィリップが一緒に描かれている絵も残っているぜ。若く美しい二人だが、なんだか表情が冴えないのが気になるよな。まるで、二人のこれからの行く末がわかっているかのような雰囲気ね。それとフアナを悩ませたのは、夫の浮気だけではなかったぜ。まだ何かあったの？フアナの兄弟たちが相次いで亡くなったことで、フアナはカスティーラの王位継承者になったんだ。それも夫婦仲をぎくしゃくさせる結果となっていったな。王位継承か。王族らしいお話になってきたわね。フアナが王位継承者となったことで、その摂政の立場をめぐり、父親のフェルナンドと夫のフィリップが対立を強めていくことになってしまったんだ。父と夫の板挟みなんて、考えただけで胃が痛くなりそうよね。フアナはただでさえ夫の浮気癖に悩まされ、情緒不安定になってしまっていたが、それはどんどん悪化していってしまった。夫の浮気癖と熾烈な権力争いの渦に巻き込まれたら、無理もないと思うけどね。そんな彼女に、突如予想だにしない出来事が起きたんだ。さらに追い打ち？どんな出来事が起きたの？夫のフィリップが、スポーツ後に飲んだ水に当たって突然の死を迎えてしまったんだ。フアナは元からかなり情緒不安定になっていたが、これによって完全に正気を失ってしまった。夫の死が最後の追い打ちになっちゃったのね。フアナは愛と祈りを捧げれば夫が復活すると考え、夫の遺体と一緒に一日中過ごした。必死で遺体に愛を注ぎ、添い寝をしたり棺に入れて移動をしたりしたんだ。それについて、誰も何も言わなかったの？ああ、そしてこうした気候が話題となり、教場と呼ばれるようになったんだ。そういう経緯だったのね。過酷な人生だったからこそ、精神を病んでしまうのも仕方がないとも思えるわね。夫であるフィリップの棺の横に佇むフアナの絵画が残されているぜ。フランシスコ・プラディ・ジェイ・オリキスの、ドーナ・ファナラ・ロカと題された印象的な絵だ。黒い服の女性が、棺を熱心に見つめているように見えるわ。かなり大きい絵で、幅5メートル、高さ 3.4 メートルもあるド迫力な作品だな。絵画からは、どうしようもない悲しみと悲壮感がひしひしと感じ取れるわ。どんなに浮気性の野心家でも、フアナは夫を心から愛していたということが、この絵からわかるよな。とても愛情深い女性だったのね。他にも、フアナが夫の棺の埋葬を拒んで、棺にしがみつく絵だ。夫が必ず帰ってくると、堅くなに信じていたのだろう。フ
フィリップもこんなに妻に愛されていたのに、浮気ばかりするなんて信じられないわね。イケメンで、地位も財産もあったらそうなってしまうのも無理ないかもしれないぜ。フィリップも、フアナを愛していないわけではなかったと思う。でも、それ以上に権力や富の誘惑の罠は強かったのかもしれないわね。仲睦まじく二人で国を治められるのが、きっとフアナの望みだったんだろうな。フィリップが妻を大切にして、浮気をしない夫だったら、フアナはきっと、これほど有名にはならなかったと思うぜ。長女として有名になったって嬉しくないわよね。結局、二人の性格が合っていなかったのかもしれないな。真面目で内気ながら賢い妻と、色を好む野心家の夫の組み合わせが噛み合わなかったのかもしれない。結局、その後はフアナはどうなったの？その後は、父親によって修道院に幽閉されたまま、77歳の生涯を閉じるまで45年生きたとされるぜ。その間、フアナの深い心の傷が癒えることはなかった。しかし、長男であるカルロスは常に母を気遣っていたぜ。息子は、母の愛をしっかりと受け止めていたのね。カルロスは、遠征から帰るたびにフアナを見舞って、存命であることを確かめていたようだ。そして、元気でいるのを見ると安心したと言われているぜ。幽閉されてから長い期間無事に生きていられたのは、息子のおかげかもしれないわね。夫からの愛が得られなかった分、息子が母親を大切にしたってことかもな。夫との仲は最悪なものになってしまったけれど、せめて息子と良好な関係でほっとしたわね。長男のカルロスは、母譲りの心の強さがあると評価されることもあるほどだった。夫がどうにもならなかった分、息子が評価されてよかったよな。フアナは最後まで、夫が帰ってくることを願って亡くなっていったのね。とことんまで会いに来た、狂気の女王だったんだわ。でもちょっと考えてみてくれよ。フアナは歴史上認識されているように、本当に愛に狂って我を失った女王だったんだろうか？え？どうして？夫の遺体と一緒に夜な夜なさまよっていたというなら、尋常じゃない精神状態と言えるんじゃない？そこで、いくつかの疑問が残るよな。フアナは夫を亡くしても、一応女王としての立場があったはずだ。だとしたら、昼間は暗闇の部屋にこもって、夜は夫の遺体と一緒にさまようという生活を何年も続けられたというのも不自然だぜ。まあ、そう言われればそうね。女王が何年も全てそっちのけで、朝から晩までいなかったら、みんな困ってしまうわね。女王という立場はそんなに暇な時間はないはずだよな。そこで、浮かび上がってくるのは父親のフェルナンドの存在だな。フェルナンド？確か、アラゴン王だった父親よね。フェルナンドはすでに引退していたが、フアナの帰港の知らせから殺生になっているんだぜ。そして教授となったフアナを幽閉したのもまた、フェルナンドだった。まさか教授伝説は、父親が娘を幽閉するための作り話だったというの？一体何のため？それはもちろんわからないぜ。だが、あくまで推論だが、父が実権を握るために、フアナを幽閉するきっかけを探していた可能性もあるかもしれない。しかし、フアナは幽閉された後も堅くなに王位を手放さずに保ち続けたんだ。幽閉されていたのに、女王としてずっと君臨できたのも不思議ね。フアナは幽閉されても息子のカールを共同統治者として、最後まで王位を手放すことはなかったんだ。果たして、本当に我を失って愛に狂ってしまっていたとしたら、王位を保つことができただろうか？そう思うと、夫への嫉妬に狂うただの女性ではなさそうよね。少女時代のフアナは、内向的だが読書好きで頭脳明晰だったというよな。もちろん、本来の彼女の理想は、夫と仲良く国を治めることだったかもしれない。夫を深く愛していたこともまた事実でしょうね。だがしかし、頭が良く、心の強い誇り高い女性であった面も伺える女性だぜ。実は娘を思うように動かしたい父、野心ある夫に困れながらも懸命に生きた。聡明な女性だった可能性もあるんじゃないかと考えられるな。なるほどね。教授という印象は本当のフアナの姿ではなかったかもしれないわね。あるいは、意図しないところでそういった話が一人歩きをしてしまったのかもしれないぜ。そう思えるエピソードはいくつか残されているんだ。フアナは、45年もの長い間幽閉されていたのよね。普通だって、そんなに幽閉されていたら精神が病んでしまいそうに感じるわ。長い幽閉生活の中で、実はフアナの評判は悪いものではなかったんだ。フアナの意思を介する人間の前では、しっかりと女王らしい振る舞いをしていたと言われているぜ。いわゆる世間から見られているような、教授という印象とはなんだか違うみたいね。確かにヒステリックな面や頑固な面はあったのかもしれないな。しかし、噂というのは尾ひれがついて、悪いイメージはどんどん増大してしまう傾向があるぜ。なるほど、だとすれば実際のフアナは、長女ではなく頑固な父と野心家の夫に悩まされた一人の誇り高い女性だった可能性もあるわね。
当時のゴシップの犠牲者となって、精神が病んでしまったということもありそうだ。他にも、フアナのイメージを刷新するようなエピソードはあるの？ああ、フアナが夫と共に船で故郷であるカスティーヤに戻る時のことだ。途中で嵐に遭ってしまい、スイフが船から余計なものを海に放り投げようとしたぜ。嵐で船が転覆する寸前だったわけね。一体何を海に投げようとしたの？スイフが余計なものとして娼婦たちを海に放り投げようとしたのを見たフアナは、彼女たちをかばって止めたぜ。娼婦たちって？どうして船に乗っていたの？夫フィリップの遊び相手として乗っていた女性が多数いたようだな。え？そうした女性たちを嵐の中で海へ落とそうとしたってこと？ひどい話ね。そこで、フアナはやめなさい、と止めたというんだ。女性たちを船に乗せた者たちもまた、余計なものと同じだとしてスイフをいさめたぜ。それは、娼婦を乗せたスイフやフィリップを指していったのね。勇気ある女性だわ。娼婦といえば、当時はとても身分が低かったんだ。嵐という南極の中、女性を守る強さと優しさを感じるエピソードだと思わないか？そういう人物が夫を失ったことを単に嘆き悲しんで、女王としての仕事を投げ出し、彷徨ったとは考えにくいよな。そう言われればそうかもしれないわ。表情フアナの真相は、実は見た目ほど単純ではなさそうね。ということで今回は、表情フアナについて話してきたが、どうだった？表情フアナっていう呼び名だけ聞くと、すごくセンセーショナルだし、恐ろしい印象になってしまうわね。夫の亡骸を抱えて何年も彷徨う行為は、とても正気の沙汰ではないからな。しかし、真実はもっと深く闇の中に隠されているかもしれないぜ。今となっては真実はわからないけれど、権力争いは全てを歪め、狂わせてしまうものなのかもね。本当に狂っていたのは、権力を追い求め野心を持つ者たちの方だったのかもしれないぜ。フアナはただ、真実の愛と家族を求めてもがいていた。誇り高い犠牲者だった可能性もあるな。そう思うと、残された美しい絵画も別の目線で見えてくるわよね。歴史の本当の闇というのは、実際に目に見えるところにはないということもあるよな。フアナの計り知れない苦悩を思うと、切ない気持ちになるわよね。闇の歴史ツアー。ゆっくり霊夢です。ゆっくり魔理沙だぜ。王宮での絢爛豪華なラブロマンスっていいよな。リアルでは得られないドキドキとかがあるわよね。それこそお金持ちは約束されてるから、あとは顔が整ってるかどうかだけ。霊夢って思ってたより下世話なんだな。お金か顔ならお金を選ぶわよ。選択肢がその二つな時点でお察しだぜ。今回は夢見がちな霊夢にぴったりなテーマを用意したんだ。あら、世界の参考ランキングとかかしら？イングランド史上最も残念な王、エドワード2世と残酷な王妃、イザベラのラブロマンス物語だ。ちょっとそれ本当にラブロマンス物語なの？不穏なワードが飛び交っているけど、まあまあそれは話してからのお楽しみだぜ。それでは早速、ゆっくりしていってね。まずは今回の主人公となる二人を紹介するぞ。お願い。一人目はエドワード2世。彼は1307年にイングランドの王に即位し、イングランド史上最も愚かな王として現代にも語り継がれているぜ。愚かな王ってこれまでもたくさん取り上げてきたけど、どんなエピソードがあるの？まあまあ焦らないでくれ。ちゃんと後で紹介するから。そうね、まずは登場人物の紹介よね。エドワード2世は堕落した国政の末、自らの嫁であるイザベラ王妃にむごい拷問を受け、生涯の幕を閉じるんだ。え、王妃に？ああ、このエピソードについても後で詳細に説明するからここでは一旦置いておくぞ。楽しみにしておくわね。主軸となるもう一人の人物は、エドワード2世を死に追いやったイザベラ王妃。この王妃もまた壮絶な人生を過ごしていて、彼女については二つの意見で大きくイメージが異なっているぞ。二つのイメージ？怖い女と悲劇の王妃だ。随分イメージが極端だけど、なんとなくこの二つを並べると、復讐を想像しちゃうわね。あながち間違ってはいないな。まずはエドワード2世がなぜ愚王と呼ばれているかについてだ。大事なところね。エドワード2世は父であるエドワード1世と、母エリナー・オブ・カスケルの四男として、ウェールズにあるカーナーボン城で生まれたんだ。あら、四男なのね。早くに上三人の兄たちは亡くなったために、王位継承権を握ったんだぜ。こういう時代だと何か裏工作があったんじゃないかって疑ってしまうわね。そこら辺は特に言及されてないな。エドワード2世は10歳の頃、同世代のピアーズ・ラビストンを遊び友達としてつけられ、二人は親密な関係を築いていったんだ。これが惨劇の始まりになるとは誰も思わなかっただろうな。こんな早い段階から？
友人としてそばに置かれていたギャビストンだが、実際はエドワード2世の寵愛を受けていたんだよ。ギャビストンの性別は男、つまり二人は同性愛の関係だったわけだな。ふむふむ、それがどう影響したの？ギャビストンへの寵愛の度が過ぎていたんだよ。1307年に父親エドワード1世がスコットランドでの戦で崩御し、王位を継ぐことになるんだが、この頃からギャビストンへの寵愛は加速するんだぜ。王族専用の爵位を与えたり、自身がイザベラとの結婚でフランスに立ち、国を空けている間の国政をギャビストンに一任したりしてたんだ。確かに寵愛にしては度が過ぎてるわね。国政まで任せるのは良くないと思うわ。諸侯は以前からギャビストンを欲を持っていなかったが、これらのエピソードでより一層反発が高まったわけだな。まあここまでなら、ギャビストンの人格や能力次第でどうにかできたもんなんだが、現実はそう甘くないんだ。ギャビストンは自分に敵意を向ける諸侯に対してわざと恥をかかせるような振る舞いを行ったり、王妃イザベラの叔父たちにも無礼を働いたんだ。叔父たちは怒りをあらわにして席を立ち、すぐさま帰国してしまうほどだった。国王からの寵愛を受けて完全に天狗状態ね。ギャビストンとエドワード2世による愛の世界はとどまることを知らず、被害はイザベラ王妃にまで及ぶぞ。愛人が妻に喧嘩を売るのはなかなかね。ギャビストンがイザベラ王妃の身につけているアクセサリーを欲しいといえば、エドワード2世は問答無用で取り上げてギャビストンに送ったんだぜ。それだけでなく、二人で着飾って旅行に出かけ、王妃はほったらかし、立場もあるしイザベラ王妃は相当な屈辱を感じただろうな。ここまで堂々としてる愛人ってどうなの？王妃としても相手が国王である以上、強くは出れなかったんだと思うぜ。諸侯を味方にすれば絶対勝てるのに。まあまあ落ち着いてくれよ。最初に言っただろ？これは王妃の復讐物語だって。それを言ったのは私だけどね。とは言うけど、まあイザベラ王妃が手を下すまでもなく、最初の天罰が下るぞ。やれやれ、やっちまえ。反国王派、というか反ギャビストン派の諸侯によってギャビストンは誘拐され、なんと処刑されてしまうんだ。追放とかを考えてたけど、まさか処刑まで行くのね。実際追放は二度にわたって行われてたんだぜ。ただ、その度に国王は諸侯らに政治的な取引を持ち込んで、なんとかギャビストンが国内に留まれるよう采配していたんだ。取引とは言うけど、実際は脅しに近いものなんでしょうね。じゃなきゃわざわざ追放を取り消して処刑なんてしないだろうし。おそらくな。それで、ギャビストンがいなくなって、エドワード2世は真面目に国政に取り組むようになったの？今度はディスペンサー夫子を寵愛するようになったぞ。とっかえ引っかえ。しかも親子なのね。ディスペンサー夫子。ここではわかりやすく親を代、息子を将として進めていくが、実務嫌いなエドワード2世に代わって、実務を任されていたのが小ディスペンサーなんだ。仕事を愛人に任せるのはさすがに愚弄だわ。ディスペンサー夫子が台頭してから5年間、国政はこの二人に任されていたんだが、その中で国民や諸侯からの反感は募っていく一方だったぜ。イザベラ王妃も所有地をディスペンサー夫子に没収されたことで、二人を敵視するようになったんだ。イザベラ王妃、なんというか苦労人ね。一方でディスペンサー夫子は実務を担当する恩賞として領地を広げていき、賄賂によって私腹を肥やしたぜ。大ディスペンサーも、イングランドの貴族伯爵位であるウィンチェスター伯の地位を与えられ、夫子ともに厚遇されていた。ディスペンサー夫子への待遇や、この当時に起きたスコットランドでの敗戦で国はとうとう反国王に傾き始めるぞ。遅いくらいだと思うけどね。1322年フランスでは、イザベル王妃の兄にあたるシャルル4世がフランス王に即位した。先に起きた戦争、サンサルド戦争の戦後処理としてアキテイヌ領有を続けるために、アキテイヌ公としてシャルル4世に臣下の礼を取ることになったんだ。ちょっと何言ってるかわからないわ。アキテイヌをまだ領地として保持したいから、フランス国王にお願いしに行くわ。ああなるほどね。ただこれ、エドワード2世は出向かないんだよな。え、じゃあ誰が行くの？イザベラ王妃と、息子のエドワード皇太子だよ。まあ実家だしね。急に現実感がすごいな。領地に関してのお願いは滞りなく進んだが、帰国するにあたってイザベラ王妃はエドワード2世に条件を提示するんだ。条件？ディスペンサー夫子を国外追放にするまで帰らないわ。私にもわかりやすい解説ありがとうございます。イザベラ王妃が起こした行動ではこれが初めてよね。そうだな。実はこの行動にも裏があるんだよ。裏？フランスに訪れたイザベラ王妃はフランスに亡命していた第3代モーティマー伯爵ロジャーモーティマーと愛人関係になっていたんだ。そしてディスペンサー夫子に追放されてフランスに逃れていた諸侯たちと手を組んで国王の敗位戦略を立てるんだぜ。国王が王位返上すれば息子のエドワード皇太子が国王になるわよね。そうだな。それが狙いだと思う。
そしてフランスに出向いた翌年1326年、約700人の反乱軍を構成して東部サフォークへ進軍したぞ。たった700人？国王に対しては少なくない？と思うよな。だがもともと国が反国王に傾いていたのもあって、イングランド各地で歓迎され、国全土の制圧をなんと約1ヶ月で達成したんだぜ。そうか、後から味方になってくれた国民も多かったんだろうね。エドワード2世や国王派の主要人物はあっけなく取り押さえられた後、エドワードを除いた全員が処刑されたんだ。翌年1月にエドワード2世の出席をなしにエドワード2世の廃位が議会で決定し、エドワード皇太子が後継者に選ばれたぞ。イザベラ王妃の思い通りになったのね。一人ぼっちになったエドワード2世はケニューアース城に幽閉されたんだ。当時15歳であったエドワード3世はできた息子で、即位の過程が不安定だったこともあり、父王の承諾なしでは即位しないと意思を伝えたぞ。あら、父は愚王なのに子供は聡明なのね。イザベラの血を国費いたのかもしれないな。議会は同意書の署名を求めるためにケニューアース城に出向き、エドワード2世に敗位の事実を話したんだ。当然エドワード2世は絶望するんだが、もう味方はいない上幽閉の身だから泣く泣く署名をし、エドワード皇太子は正式にエドワード3世、イングランド国王に即位したぜ。おめでとうと言っていいのか悪いのか。エドワード2世は敗位後、ケニューアース城からバークレー城に移され幽閉が続けられたぞ。処刑に関しては議会で決議されなかったが、エドワード2世を救出しようという試みが2回あったことで、危険視したイザベル王妃が独断で密命を下した。そして処刑されたんだ。まあ王妃視点、危険要因は消しておきたいわよね。エドワード2世の監視にはイザベラ王妃の人選で無法者の騎士として知られた、ロジャード・モルプレイブとトマス・ド・グルネイが付けられていて、必要以上に残虐な手段を用いてエドワード2世を惨殺したぜ。聞きたくないけど、やっぱ聞かないといけないよね。どんな手法だったの？肛門に焼け火箸を繰り返し差し込むという拷問だよ。あ、もういいお尻痛くなりそうだから大丈夫。ちなみにこれは年代記の記述を見ても確かなことが確認できるぞ。なんでこんな方法が思いつくのよ。さて、今回はエドワード2世だけでなく、イザベラ王妃も主題の一人だから、国王崩御後のイザベラ王妃もちゃんと追っていくぞ。そうね、お願い。エドワード2世が崩御し、イザベラ王妃は摂政になったわけだが、エドワード3世が幼いことを理由に、国政はイザベラ王妃とモーティマーが大きく動かしていたんだ。でも、今までのを見ててもイザベラはまともそうよ。安心なんじゃない？人間は誰しも地位を手にすると欲が出て醜くなってしまうのかもしれないな。実情はモーティマーを贔屓していることはエドワード2世と何ら変わらないんだ。国民に大きな不安感を与えた一つ目の要因は屈辱外交だな。屈辱外交？事の発端となったのはスコットランド王ロバート1世によるイングランド北部への侵攻だ。軍資金の確保に悩むイザベラ王妃とモーティマーはこのまま戦争を続けるのは難しいと判断し、ロバート1世に講和を懇願したぜ。そこで結ばれた講和は、エディンバラノーサンプトン条約といって、スコットランドが独立国であることを認める内容、ロバート1世がスコットランド王であることを認める内容が書かれていたんだ。別におかしいところはなくない？これにはもう一つ条件が付属されていて、それがエドワード3世の妹であるジョーンと、ロバート1世の長男であるデイビッドの結婚だ。これらの取り決めを約束する講和は、国内的な合意を得られないまま進められたために、屈辱外交として国内の強い反感を招いたんだ。なるほどね。外交に結婚を扱うのは本当に良くないと思うわ。霊夢みたいな夢見がちメルヘンはちゃんと恋して結ばれたいだろうけど、この頃はこんなの当たり前だぜ。なんか私けなされてる？国民の不安を煽る要因二つ目は、モーティマーだ。国の権力者が愛人に溺れて国民から批判されるのはもうお決まりだわ。モーティマーはイザベラ王妃の寵愛を盾に勢力を伸ばしていき、1328年10月の議会でウェールズ辺境伯の称号を手にしたんだ。急激なモーティマーの昇進に、ランカスター伯、初代ノーフォーク伯、初代ケント伯ら王族に連なる諸侯は強い反感を訴え、イザベラ王妃やモーティマー率いる宮廷派とランカスター伯ら率いる諸侯派で対立し始めたぜ。なんで昔の偉い人たちって愛人に地位を与えたがるのかしら？そりゃ自分の近くに置きたいからだな。自分のそばにいても恥にならない地位と、それを与えてやれる満足感によってるんだ。地位地位って、権力ばっかり嫌になっちゃうわ。現代でも似たようなもんだぞ。話を戻すが、実は初代ノーフォーク伯は、エドワード1世と5歳の間で生まれた長男なんだ。初代ケント伯も同じ父母のもとに生まれた次男で、エドワード3世視点ではおじにあたるな。人間関係もごっちゃごちゃだわ。
覚えられない脳みそがパンクする。対立は次第に過激化し、ランカスター伯派は宮廷派に取り押さえられ、1330年春に行われた議会で、反逆罪としてケント伯の公開裁判が決定したんだ。これを知ったエドワード3世は大激怒。年を重ね現実への理解が進むたびに、母イザベラ王妃とモーティマーによる国政関与に不満を抱くようになったんだ。なんかエドワード3世がまともすぎて逆に変だわ。1330年10月、モーティマーは、ノッティンガムで行われた諸侯の会議中にクーデター的に逮捕された。同年11月末に召集した議会で公死刑が宣告され、処刑されたんだ。イザベラは処刑こそ免れたものの、政治からはオリバーカムステッド城やウィンザー城で幽閉された。母をも幽閉する心の強さは見習いたいわ。とはいえ、愛する恋人を失い、一人城に幽閉される母の姿は見るに耐えなかったのか1332年、約2年にわたる幽閉生活が終わり、ノーフォークライジング城で解放されたぞ。2年の幽閉って割ときついと思うけど、解放されてからは普通の生活ができたの？イザベラ王妃の所有地は多く没収されたものの、3000ポンドの年金が支給されたから、それなりに裕福な生活はしていたはずだな。イザベラ王妃は1358年8月にハートフォード城にて死去したが、その直前までアーサー王の伝説や宝石、占星術や幾何学に関心を寄せ楽しんでいたみたいだ。イザベラ王妃は比較的平和に生涯の幕を閉じることができたのね。ということで今回は、イングランド史上最も残念な王エドワード2世と、残酷な王妃イザベラに関して話したが、どうだった？エドワード2世に関しては完全に自業自得よね。イザベラ王妃はほったらかしにされて屈辱だったとは思うけど、結局最後には自分も愛人にかまけて好き放題してたから、人間欲界闇を見てしまった気分だわ。とにかくエドワード3世が優秀すぎるわね。正直誰の血を引いたらあんなに聡明な子供になるのか不思議で仕方がないよな。あとエドワード2世の最後に関しては本当に想像するのも嫌なぐらい残酷で怖かったわ。拷問は数多く存在するけど、その中でも下品というか、なんか汚い拷問だよな。ああまたお尻痛い気がしてきた。さて、今回の動画はここまでだ。最後まで見てくれてありがとう。グオーと復讐の花嫁のストーリーはどうでしたか？感想などあればコメントをお願いします。そして動画に興味を持ってもらえたら、高評価とチャンネル登録もよろしくな。